卒業公演かなあ卒業公演の話ですかね。はい、のっかわいい、ありがとう。今日はとあるロケに行ってきたので髪の毛やってもらいました。でももうさ、めっちゃこの髪で寝たりしたからボサボサなんですけど、卒業公演の話からしますかね。はい、終わってしまいましたね。マシモカホ卒業公演が、はい、昨日は約1ヶ月ぶりに公演で耳に会えてよかったね。ありがとう、嬉しかったよ。私もありがとうございました。ついに終わってしまいましたね。思ったより泣かなかった。いや、そうなんですよ。っていうのも、なんか自分よりも会議の方が泣きすぎててなんかいつもは私が結構卒業公演泣いちゃうんですけど、なんか自分よりも泣いてる人を見ると、あ、なんかしっかりしなきゃっていう、なんか急にちょっとそういう気持ちが出てきちゃって私よりも泣いてる人がいたので、なんか、はい、ちゃんとできちゃいましたお笑い申し込みさん、ありがとう、待ってるね、楽しみにしてる、ありがとう。お見送りちゃんと出れました。え、そうなん、なんかカホの卒業発表の日の方が号泣してて、なんか卒業公演意外と自分あっさりしてたなって思いました、自分でも。なんかそのなんだろうな、あんま分かんないけど、卒業発表の時は自分は元から話は聞いてたけど、いざファンの皆さんになんか発表されちゃうと、すごい急に現実味が湧いてきちゃって、その時はすごいなんか号泣しちゃったんですけど、でも卒業発表してから2ヶ月の間に本当にカホと2人でお仕事もさせていただいたし、一緒に飲みにも行ったし、なんかこのカホとの残りの発表してからの残りの期間はすごい、そう、悔いなく、なんかもうカホとやりたいこと全部できたなって思ったからかな。うん、なんかそんな気がします。なんかやり残したことないなって私も思っちゃった。カホと、もちろんずっと一緒にいたい気持ちはあるんですけど、そう、でもカホの卒業までに一緒にやりたいことをすごくたくさん叶えられたから、その面でなんか結構私もやりきってカホのことを送り出せるって思ったからかな。なんかあんまり、もちろん寂しいですけど、卒業発表の時よりも泣かずにできたのがなんか私もびっくりでしたそう、話し会申し込んでありがとう。その話もね、ちょっと後でしたいので、今日はもう時間を許す限り話したいこといっぱい話そうと思います。はい、自己紹介ではカイリちゃんにミュウちゃんが泣いてた。いや、そうなのよ、自己紹介はね、なんか泣いちゃった。まあそれはいつもなんですけどけど、そうなんです。でもなんかだんだん終盤に近づくにつれて、ちょっともう なんだろう、覚悟が決まった感なんかやっぱ始まりはさ、どうしてもああ始まっちゃったっていう気持ちが大きかったんだけど、始まってしまえば結構、なんか落ち着いてたかなって気がします。いや、やりきる大事ですね。なんか今までもこう卒業メンバー何人も見送ってきて、その度に私は号泣してたんですけど、なんか確かにこれまでの卒業メンバーに比べると、カホとは卒業までにやっぱ一緒にいられる時間とか長かったと思うので、やっぱその面が大きいのかな。そう、今日負けの歌い出しも、あの、そうそう、12秒、前座12秒あったんですけど、まあ、その話もしたい。それの歌も、みどもりのところも、なんかところどころソロの部分とかがあったんだけど、全部泣いて歌えないんじゃないかって思ってたんですけど、ちゃんとできました、思ったより。そういや、本当にだから悔いなくカホのことちゃんと送り出せたんだなって思う、自分でも。わかる、レイちゃんの泣き方やばかった、自己紹介の時ね。なんかもう隣にカホがいないんだ、あれは結構やばかったですよね。わかる、おしゃべり会申し込みありがとう、待ってるね。12秒の話、いや、したい、それからしましょう。前座ね、そう、前座を今回カホの卒業公演で、カホと私と、あと3期生のルアちゃんとリリカと、4期生のサホリンとヒロカッピとコマと、やらせていただいたんですけど、そうなんです、びっくりしたでしょ
そう、え、みんなちなみに前座何やると思ってました？あ、前座デビュー、あ、ありがとう。でもまあまあまあ、そしてメンバーになってから前座デビューは初ですね。そうそうそう、前座はでもまあ HKT さんの劇場でやってんだな、それこそカホと12秒そう、びっくりしたよね、さすがにエモかったでしょう、多分知ってる人からしたらそうきたか。いや、そうなんだよね、これね、めちゃくちゃまあ裏話があって、なんかまあカホの卒業が決まって、まあ卒業公演でやる曲とかをね、なんか何の曲やるのとかっていう話をしてる中で、まあある日、まあみんな知ってると思いますけど、私とカホで私の家で宅飲みした日があったじゃないですか。なんかあの時もまあ卒業の話になって、なんか卒業公演でやる曲とかの話をしてたんですよ。その中でカホが急にね、え、前座ミユと12秒やりたいかもって言い始めて、そう、最初、ほんとそれが最初、私の家で急になんか突発的に思い出したかのようになんか言ってきたのが一番最初だったんですけど、そう、でもその時さ、2人とも2人で宅飲みしてるから酔ってるからだから、しかもなんかまあその後スタッフさんとかにもいろいろ確認して決まるものだからさ、もうその時初めてパッて思い浮かんで言ったことだったから、あのその時はまだなんかどうなるか分かんなくて、でもそれ聞いた時にめっちゃ嬉しくて、もうそれやってる姿を想像しただけで泣けたんですけど、酔ってるからねそう、でもなんかそれ本当に嬉しくて、それを提案してくれたことが、それがすっごく嬉しくて、そう、え、だからまだそれ本当になんかやりたいなぐらいの気持ちで言ったのが最初だった、カホがねそう言ってくれたのが最初だったから、実現すると思わなくって、でも実現したらめっちゃ嬉しいなって思ってたので、だから本当にできるって決まった時はもうめちゃくちゃ嬉しくて、もう早く、そう、なんか卒業公演始まってほしくないけど、でも早くやりたいなっていう気持ちがずっとあって、そう、おもろすぎだよね、二人で飲んでる時に思いつくってめっちゃ嬉しかったそう、 そう、いや、メンバーはね、その3期と4期のメンバーはカホが全部決めたんですけど、やっぱその頑張ってる子たちというか、あとまあ公演で3期に関しては一緒に思い出出れなかった子たちをこう出してあげたとか、まあその何選んだ選考理由はカホのみぞ知るみたいなところあるんですけど、あー、ロドスかと思って、それかひなちゃんとの初日、そうそうそう、だからそのまあ卒業公演の前座ってこれまで結構いろいろマミムメモでね、ファストラビットやるとか、サーヤ一人でとか、なんかいろいろあったじゃないですか。だからカホもその卒業公演では前座やる曲の選択肢もきっといろいろあったと思うんですけど、その中でなんか私との曲を選んでくれて、そう、しかもやっぱりそれをなんかその時はね、なんかまるで思いついてたかのように言ってたけど、でもちゃんとそれを選んだのにもちゃんと多分カホなりに理由があって、でそれもそのアイドルの一番最初の部分、まだその時アイドルにもなってない時だけど、初めてこうステージでパフォーマンスした、劇場のステージでパフォーマンスしたっていうのが12秒だったし、でそれをミユと一緒にってなったらそれがすごい思い出だからできたらいいなっていう風に言ってくれていたので、そう、そう、確かに当時もあれ前座だったなって、 HKT さんの劇場公演ですけど、当時も前座だったなっていうのを思い出しまして、はい、エモいよね、そう そう、そうそうそう、まあロドスもロドスで、まあ、思い出はあるだろうけど、多分それよりもカホもだってマミムメモでもね12秒とかやってたりもしたので、その多分カホの中ですごくその曲が思い出として多分あったのかなって、だからそこにね一緒にできたことはすごく嬉しかったし、でもちろんその卒業公演前座で出た時に、その当時
ドラフトから応援してくださってるファンの方の顔がね見えて、あ、待って、めっちゃ泣きそう。そう、ドラフト候補生の頃から応援してくださったファンの方の顔もその瞬間にすごい見えて、そう、なんか多分さ、こう最近好きになってくださった方とか、最近私たちのことを知ってくださった方にはもしかしたらこの、なんだろうな、どうしてこのメンバーで12秒やったんだろうとか、どうして12秒選んだんだろうって思った方も多分いらっしゃったと思うんですけど、そう、でも多分候補生時代から応援してくださってた方とかからしたら、そのすごい当時のこととか、なんかどうしてこの曲を選んだかとか多分伝わったと思うから、なんかその時から応援してくださってるファンの方の顔見つけた時結構やばかったです。まさかね、こんな形でまたカホと一緒にできると思わなかったから、すごく嬉しかったですね、うん、そう、だからめっちゃ泣きそう、めっちゃ泣きそうになったんだけど、そう、でもさ、前座ってそのこれはよく4期生にも言うんですけど、前座ってその声を盛り上げるためのステージだから、なんかそこでさ全てが決まるじゃないけど、なんかそこで盛り上げていかないと、そのための前座だから、なんかここでしんみりしてられないなって思って、そう、なのでちゃんと楽しく笑顔で頑張ろうと思って、はい、笑顔でやりきりました。そうで、なんかその落ちいサビのところで、あのカホが最初に歌って、その後私が歌うっていうのがあったんですよ。でもそこ絶対に泣くだろうなって思ったんですけど、でもリハも本番も泣かずにできて、いや本当にもうこれ絶対泣くって思ってたんだけど最初、でも泣かずにできてね。でも、もう終わった瞬間ジャジャーンって、最後さ12秒ってさジャジャーンってやるじゃないですか。もうなんかその時に、あーやばい、卒業公演始まっちゃったって思って、なんかやっぱ曲中はなんだろうな、そのアイドルモードが発動するというか、そのカホとの最後のステージをなんかちゃんと楽しもうっていう気持ちの方が大きかったから、だからね、今までの卒業公演に比べると曲中あんまり泣かなかったかも、うん、だからなんかどの曲もそうだけど、12秒も曲中、なんかその前は自分でわここ絶対泣くだろうなって思ってたところが意外と泣かずにできたりとかして、でもなんかその分曲が終わった瞬間が結構やばくて、そう、だからもう前座だからさ、何も喋らずありがとうございましただけ言ってはけたんですけど、もうそのありがとうございますって言う瞬間の顔やばいので見てください。めっちゃやばいです。でもそれではけたら、なんかみんなが袖で泣いてて、そう、なんかやって前座やってる私たちよりもそれを袖で見てたみんなの方がなんかめっちゃ泣いてくれて、リハも泣いてくれてて、そう、なんかさ12秒ってめっちゃ何キラキラアイドルソングみたいな、めっちゃアイドルっぽいし、そうだから、なんかそのみんな可愛かったって、その何かほの卒業公演が始まってしまったっていう寂しさと、でもすごいその曲の可愛さと、であとカイリがね言ってたのがね、なんか4期が成長しててって、あ、そっちなんだって思った、リハの時リハ見て泣いてくれてたから、そう、まあ帰りはね、まあドラフト時代共にしてきたしなーって、そのエモさに浸ってんのかなって思ったら、4期が成長してたママだったそっちも大事なんだけど、そう、なんか違う意味でも泣いてくれてました。そう、
そうでもそれで私はなんかその曲中は泣かずにできたんですけど、はけてみんなが泣いてたからえーって思ったら、レイちゃんがミユ泣かずに歌えて偉かったねって言ってくれて、そっちの方が泣きそうだったそう、もうみんな私がもう泣くことをすごい心配してくれてたので前座から、そうだからもうそレイちゃんなんかみんなママみたい泣かずに歌えて偉いねって言われました、はけたら。そうやばいよね、もう最初からもう涙涙でした。そうだからね、今回カホが最後何蒸発と嫌いなのかもしれないポジションで最後だったので、私神明なことがすごい多くて、だからさ始まる前、次の公演が始まる前も友達でましょうの歌割りが一番最初2人でだからさ、ちなみにサーヤの卒業公演の時はそこがもう無理だったの、サーヤがそこで卒業公演の時だったから、サーヤと2人でそこ歌割りやった瞬間にもうやばかったんですけど、そうでもカホとはその前に前座も1個踏んでるから、そうそこも泣かずにできて、そうだから自分が思ってたよりも大丈夫でした。そうでもなんかそれで結構あ意外と大丈夫かもって、自分意外と大丈夫かもって思ってたんですけど、なんか僕の涙は流れないやってた時にさ、あれさ昨日のポジションで言うとカホがセンターだったじゃないですか、でその時にねあやばいかもってなって、結構その僕の涙流れない終わりやばい泣きそうってなってたんですけど、次の心に太陽の時になんかそれもさ心に太陽が明るい曲だからこそよりすごい寂しさを感じちゃって、あやばいみたいな、もうこれはさすがに我慢できないかもって思ってたんですけど、そしたら心に太陽 PA 宅で爆沸きしてる人たちがいて昨日ねサーヤとミリーとサラとヤヒとアオとニキノラだとその面来てくれてて、そう心に太陽始まった瞬間にさめっちゃなんか踊ってる人たちがいてなんかそれ見たら笑っちゃってそうだから僕の涙流れない終わって心に太陽始まる時やばいってなったんですけど、それ見たら笑顔になれましためっちゃ踊ってんだもんびっくりしちゃった。そうしかもなんかこう PA 宅の中でこう上手側と下手側に分かれてて、下手側にスモちゃんとかあとももちゃんとか4期生のももちゃんとかあとサオちゃんは前座終わった後見てくれてたりもしてたんですけど、上手側の奥の方、上手側の PA 宅の方にそのニキドラの卒業王子メンバーがいたんです。だから心に太陽の時真正面でさめっちゃ踊ってるって思ってそうなんかそれで元気出た。そうそうそう心に太陽のニサビで向き合うところもだからサーヤの卒業公演の時もそこやばかったんですけど、カホとは大丈夫でした。むしろなんかいつだったかな、なんか卒業発表直後とかの方が結構やばかったかも。そう昨日はね大丈夫だった、なんか最後だな思いながらやりましたそう、 そうなんだから意外と頭4曲大丈夫。あの別もねそうカホがあの別センターやってそう、そうだから曲中大丈夫だったのに曲終わった瞬間にやっぱ MC 無理でそう自己紹介泣いちゃった。でその後まあ一旦はけるじゃないですか、自己紹介終わって、で後での衣装着替えて、なんかこれまでの卒業公演だとまあ一旦そのユニットになったら落ち着けるんですけどね、なんか昨日はユニットになっても落ち着けなくて、でなんかしかもさその泣きべそやってる間に今裏にスタンバイするんですけど、なんか
泣きべそっていい曲じゃないですか。そしたらなんか後での衣装に着替えてる間に落ち着いたつもりが、なんか泣きべそ聞いたら泣けてきちゃって、でも泣きべその本当にもうあと最後ちょっとのところで結構泣きそうになって我慢してたのがわーってなっちゃって、もうやばいもう出なきゃなのにって思って、やばいやばいやばいどうしよう涙流れてきちゃったって言ったら、レイちゃんがダッシュでティッシュ取りに行ってくれて、もう私はあこれでも本当はティッシュ取りに行きたいけどもうこれ出なきゃいけないから間に合わないなって思って私自分で諦めたんですけど、でもそしたらレイちゃんがダッシュでバババババってティッシュ5枚ぐらい持ってきてくれて、もうササササって拭いてから後で出たんですけど、そう後でやばかった。そうそう、レイちゃんがね昨日はずっとママしてくれたんです。そう泣かないで歌えて偉かったねって言われて、後での前にはティッシュ持ってきてくれて、そうなんですよ。ででも後ででもまあ途中からまあ元気になった元気にいつも通りできるようになったんですけど、はい、年下なのに。そうなんです、でも先輩だから。そうなので、なんか空き缶もさ、なんかこれまでずっとカホと一緒に空き缶をやってきたから、昨日はカホ空き缶のポジションじゃなかったんだけど、なんかあーもうカホいないんだなって思って、でもねそれ昼の方が感じたかもな、卒業公演より。だから昼めっちゃ間違っちゃった、空き缶もう空き缶のプロだと思ってたのに私。空き缶のサビの振り、全員一緒のサビの振りで間違えるっていう、それぐらいには動揺してました。空き缶にもうカホがいないんだって。そうで、またあれやばかったの嫌いなのかもしれない、やっぱそうだよね、そりゃそうだよね。あのメンツの嫌いなのかもしれないはずるいに決まってるよね。それはさすがに最初から分かってた。そうでももう私は号泣するよりもなんか微笑みながら見てました、微笑みながら泣きながら見てました。そうしかもね、なんかあのさ感想のさ、いつも何々クラブって言ってるところはさ、なんか何言うみたいな話をね直前にしてて、でその場に私もいたの話だけ聞いてたんですけど、そうなんか普段だと結構卒業メンバーがいるとき卒業おめでとうって言ってるけど、まあでもカホその曲に一緒にいるから、なんか何にするってなって、じゃあ行ってらっしゃいがいいんじゃないってなって、そうじゃあ行ってらっしゃいにしようっていう話を集合写真撮る前かな話してて、そうだから結構あれ行ってらっしゃいやばいよね、えやばいよね、わかる。でだから私は空き缶はけて着替えながらだったから、着替えながらモニターで見てたんですけど、でもさ私はそれさ言うの分かってたから、もうあのメンバーで嫌いなのかもしれないやってるのをもう見てたかったから、もう微笑んで見てたんですけど、であれ言い終わった瞬間に衣装さんたちが、衣装さんとメイクさんがさ一緒に衣装部にいたんだけど、もうえ行ってらっしゃいはやばいって泣きそうになってた。いやわかる、なんか卒業おめでとうよりも行ってらっしゃいっていうのがやばいよね、しかもあのメンバーだからこその行ってらっしゃいやばくて、しかも実際今日見送ったのあのメンバーで、私も行きたかったんだけどさ本当はちょっと仕事があって行けなくて、そうもうカホがねちょうどね今日ね新潟を旅立ったんですけど、でお見送りにそう本当にヒノとカイリが行ってらっしゃいしに行ったんですよ。そうでそう私も本当は行きたかったんだけど行けなくって、そしたら動画送ってくれてね、もうやばかった。その仕事中に見たら絶対泣くと思ったから、家に帰ってきたから、家に帰ってきてから見たんですけど、もうやばかった。なんかさ新幹線にさ、あの新幹線のあのホームに入っていく動画と、新幹線の前でバイバイってやって
乗り込む動画と新幹線が出発してそれを見送るっていう動画なんか 3,4 本ぐらい送られてきてたんですけど、なんかさ新幹線ってさ普通に普段さこう私たちもお仕事で乗ったりとかして、なんか新幹線のその出発ってさ別に何とも思ったことない、ああ動いたぐらいの感情じゃないですか。なんかこんなに新幹線の発車のベルが鳴ってなんか新幹線が遠くに行っちゃうのこんなに悲しいんだってその動画見て思って、そうなんかすごいわーって思いました、うん、え本当にドラマみたいだった。しかもさ私その場にいなかった、その映像だけ動画だけが送られてきて見てるから本当にドラマみたいだったそうなんか普段さ何気なく新幹線って乗ってるけどさ、なんかその自分が普段何気なく乗ってる新幹線でもさきっとそういう別れがあったりとかするんだろうなってやばかった。そうしかもなんか帰りがさ新幹線帰りとね日野がね動画撮りながら新幹線さちょっと走って追いかけんの、その動画めっちゃやばくて、そうしかもさ新幹線がもう遠くって見えなくなっていなくなってから行っちゃったねって言ってて、あーってそうやばかった。しかもねこれほんとしかもなんか最後あれ日野が動画まあ帰りも動画撮ってたけど動画撮っててなんか最後いなくなった後にあのさ看板あるじゃないですか上に新潟って、あの看板映していってらっしゃいっていう動画で終わってた。やばくない？本当に映像センス映像センスやば。そうなんか行っちゃったねって、でも見送りできてよかったねっていう二人の会話と最後にいってらっしゃいって看板映してる看板とその手振ってる映像で締めてあったちゃんと演出ついてたそうやばい、本当にそう青春の映画見てるみたいだった。自分いなかったからなおさら。そうでもそうだからめちゃくちゃね感動したんですよその動画は。でもめちゃくちゃ面白い動画もあって、なんかさあの新幹線の改札口にさあのカホがね新幹線の切符持ってキャリー引いてでこう通って、でその後カイリがそれをさあのホームまであの行くからその追いかけるのにさ私はスイカで行くねって言ってピーってブーって閉じちゃったなんかさめっちゃ面白い、チャット載ってた、めっちゃ面白くて、そうなんかさ普通多分お見送りホームにさお見送り行くためのさなんか切符みたいなのさ買わなきゃいけないじゃん。そうでも買いやすいかで入れると思っててカホを先にあの切符でその通して新幹線行ってから、で私はスイカでピッてやったらピーポンって赤くなって閉じちゃってしかもそれで動画終わってんの、おもろすぎる。さすがにネタ本当に面白かった、本当に面白いしかもあみたいなで終わってて、そうもうなんかすごいあのめちゃくちゃ感動のはずの動画がめっちゃ面白くてわかる？そう動画撮ってたのがささすがすぎるの。なんかよくあるじゃん Vlog 動画とかでさなんかこれから電車乗りますピッみたいな映像たまについてるさやつとかあるじゃん Vlog で、なんかもう本当にその感じでピッってなって赤くなって閉じる瞬間まで全部入ってて、なんか本当になんでその瞬間がたまたま動画に回ってんのっていうレベルでめちゃくちゃ面白かったです。だからそんな面白いなんかわかる、さすがの帰りすぎるよね。なんかそんな感動のさなんかお別れ動画なのにちゃんと面白いとこ入れてくるしさ、でも最後新幹線でいなくなるときちゃんと感動して泣けたしさ、なんなんだこの人たちと思ってめっちゃ面白かったです本当に。
やさすがですね。そうが本当はお見送りも行きたかったし、なんかカホがやっぱ卒業公演前で、まあなんか食事制限まではしてなかったみたいだけど、さすがにラーメンとか控えてたらしくて、でもやっぱ新潟のラーメン食べ納めできてないって言ったら、じゃあ最後ラーメン食べに行こうって言って、なんか今日ラーメン食べてから帰ったんですけど、行きたかった行きたかった。そう、これね多分みんなに言ってなかったと思うんだけど、そのカホの卒業前にも、そう本当はね、あの波服とフランボワーズに4人で行こうって言ってたんだけど、結局叶えられずにカホが卒業してっちゃって、多分パパはそれを一番悲しんでるんだけど連れて行けなくて。そうでもなんかある時にそう行こうって言って4人のスケジュールがあった日があって、でもそれが火曜日でね、波服もフランボワーズもお休みだったんですよ。だからそこには行けなかったんだけど、あの4人で安田ヨーグルトとなんかカフェ行ってパパに連れてってもらって、そうなの、だからその日は行けなかったんだけど、波服とかはでも安田ヨーグルトにね、そう4人で行きました。卒業前連れてってもらった。そうだから結構その卒業前、あと4人で飲みに行ったりとかも全然あったし、そうからなんかまあそれこそカホの卒業発表前からさ、あの卒業することも聞いてたから、結構その4人で過ごす時間結構多くて、そのだからこそ最後の見送りに行けなかったのすごい悔しいし、嫌いなのかもしれない、まあ3人曲だからしょうがないんですけどちょっと入れなかったのすごい悔しかったんですけど、そうそう、でもね、なんかその嫌いなのかもしれないやった後にさ MC があるじゃないですか。でその MC さやったらさ、私その後今日負けさ歌い出しで出ていかなきゃいけなくて、でもこんなん MC 聞いてたら絶対に泣いちゃうって思ってたら、ひのがなんかそこの MC 何喋ってほしいって私に聞いてきてくれて、えなんで私って思ったら、えみゆ絶対泣いちゃうでしょみたいなだからなんか泣かないような MC にしようと思って、やばい、いないのに私にまで配慮してくれてた MC でも、いやもう何でもいいよってもう何でもいいよって言って、そのでもね泣かなかった泣かないで聞けた MC も。早くでミヤカフォレンマンして可愛いミヤカたくさんいれて、嬉しい、ありがとうね、いっぱい来てくれて、二人のうちはめっちゃ可愛かった、ありがとう。そうだからおかげで今日負けの歌い出しもなんとか大丈夫でした。そうなんか笑顔で意外と入れたなずっとって感じそうでもセカオはやばかったかもセカオはね、そうカホが自分が卒業するときセカオのセンターは絶対にやりたいって言ってたので、そうなの、だからそれもすごい、この前ねヒノがセンターやったのもすごい、私とカホでめっちゃ泣いたんですけどめっちゃ泣いたんですけど、カホのセカオもまためっちゃ良かったな。もうやばいよね。そうしかもさ、なんかすごいそれこそなんかドラ3とかそのドラフト候補生時代にその NGT 志望の人たちがめちゃくちゃ多かったんですけど、なんかその NGT 志望が多かったっていう、その頃の NGT に憧れてた子たちってまさにセカオとかの時代なんですよ、 NGT で言うとね。そのセカオとかを歌ってる NGT に憧れて NGT に入りたいって思った子たちなの、その NGT 志望だった子たちって。そうだからなんかその気持ちって多分カホにもあったと思うし、そうだからなんかその頃のこととか思い出したり、あと研究生公演でもねセカオってやってたんですけど、
セカオ、その研究成功の時にセカオやってた時もいつもあの一列になってさ、おー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 でこうやって顔見合わせるとか、カホとずっと研究成功の時も思い出いっぱいもね、あの昨日はカホがセンターやったから間違ったんですけど、カホとずっと顔を合わせて、私が大好きなのは思い出いっぱい声の時にカホがこっちにいて、カエルがこっちにいる時、それぞれのオリポジ、思い出いっぱいのオリポジの時がこっちにカホがいて、こっちにカエルがいて、最初こっちでカホと顔合わせた後にこっちでカエルと顔合わせる瞬間が私は大好きで、その昨日はポジションが違ったからそれはできなかったんだけど、なんかでもそういうセカオもすごいさ、いっぱい思い出が詰まってるから、そうだからやばかったですねセカオはね、うん、そうセカオマックスそう、セカオマックスアンコール開けて青春時計とかって、あそこの今日負けからまあそうだけど、あそこのブロック結構本当にやばいよね卒業公演ってなると改めて本当にそう思う。いやだからなんかこれ昨日ひのとも話してたんですけど、なんか卒業公演思い出いっぱい公演ってめちゃくちゃいいなって、私も思い出いっぱいで生誕祭をずっとやりたいと思ってるんだけど、なんかそれって思い出いっぱい公演って NGT48 の楽曲がいっぱい入ってるからこそ、この今卒業公演の特別公演として瀬戸利を組んでないじゃないですか。でも組んでなくてもなんか NGT のその思い入れのある楽曲がいっぱい入ってるから、公演そのものに、そうだからなんかもしこの特別卒業の特別公演として組めたとしても多分入れてただろうなっていう楽曲たちがもうすでにこう入ってるから、そうだからこうなんだろう、卒業公演としてなんか特別公演っていうセットリストを組めない今は、思い出いっぱい公演で卒業公演できるのってすごいいいなっていう話をひのとしてて、そうまあ今後ねずっと思い出いっぱい公演が続くわけではないじゃないですか、きっとなんか別の公演の演目をやることになったとしても、なんか卒業公演の時になんか思い出いっぱい公演をもう一回なんかもしねその時別の公演の演目をやってたとしても、思い出いっぱい公演をなんかやらせてもらえる選択肢が一個あったらいいよねっていう話をねしてて、それぐらいなんか今思い出いっぱい公演で卒業公演できるってめちゃくちゃいいなって、そう瀬戸利としても、そう確かにタイトルもやばいね、思い出いっぱい公演ってわかる、最初ね思い出いっぱい公演ってなったけど、卒業絡んでくるとめっちゃいいなって思うよねそう思い出いっぱい公演のリバイバルで卒業公演できるっていう選択肢が一個あったらいいよねって話をしてて、もちろんね、なんか特別公演として新たに瀬戸利を組めたらそれはそれでいいなとも思うけど、そういやそうなの、アンコール1曲目青春時計やばいですよね、本当に分かる、しかも青春時計って卒業考えると本当になんかよりいい曲感感じるじゃないですか、そうしかもね、今回カホが選んだのは高級衣装シロプリーツだったので、そうあれもまたエモい、いやそうなの、振り返ったら青春なの、そうでもさポジションがさ、カホがさ、なんか私はカホのその思い出いっぱいのオリポジの時だと結構近いことが多くて、それこそ一緒に、それこそだってそれこそ一緒になんか横一になった時に並んでたりとか、この砂かけなんていうのの時も向かい合わせになったりとかするんだけど、そうでもちょっとそれがね最後できなかったのがちょっと心残りだったりするけど、私個人としてはそう
そうなの。でも逆にそれが良かったかも。それでもしカホがいつものポジションで入ってたら、私はもう青春時計歌えてなかった、号泣しすぎてだから程よい距離感で青春時計やったから、まだなんか最後だけうるっみたいな感じで大丈夫だったけど、いや青春時計いいよね。でも私は個人的にその白プリーツで踊る絶望の後でが結構グッときちゃって、なんかさ、白プリーツ絶望の後での頃でやっぱその当時の頃をすごい思い出しちゃう、あの曲歌ってる時って。でやっぱその頃を知ってるのって一期二期ドラじゃないですか。そうで、なんかそれでその頃のことをいろいろ思い出してた時に、あの TIFF、 もうだから4年前の TIFF の時に一期生が白プリーツを着てて、研究生が時衣装を着て出た TIFF があったんですよ。あのめちゃくちゃ暑い朝、超早かった時の、なんかそれをね思い出しちゃって、白プリ着て絶望やったら、なんかその時そのステージで絶望の後でお披露したわけではないんだけど、なんか当時のこととこの衣装とって2019か、なんか5年そうだ5年前か、そう全員で出た時、なんか本当になんか苦しいことがたくさんあってステージに立てなくて、でもこう TIFF っていう大きいステージでなんか皆さんの前で久しぶりにこうステージに立てるってなって、なんかメンバーみんなですごく一つになった時、私あの時のことが本当に忘れられなくて、そうあの時にすごく朝が早かったのに、たくさんの方がもう暑い、なんか朝一だったのに、朝めっちゃ早かったよね、なのに日差しがすっごく強くて暑い中すっごいたくさんの方が待っててくださって、そうで、それが初めての TIFF だったから、私もだからその時に見たなんか景色とか、なんかあの時のなんかやっとステージに立てるっていう感情とか、なんかすごい本当に忘れられなくて、そうで、あの時の TIFF のなんか控え室でなんかカホと一緒に撮った写真とかがあってね、そのカホのアルバム作ってる時にその写真を見つけて、なんかちょうど思い出してた時だったから、そう、なんかそれで白プリーツを着て絶望の後で披露してたら、その時の TIFF のことをすっごく思い出して、そう、もうだからさ、やっぱあの時のなんか辛かった時を一緒に乗り越えてきたメンバーがいなくなっちゃうっていうのが結構ねもちろん今後輩たちもすごく頑張ってきてる、頑張ってくれてるんだけど、やっぱあの時を一緒に乗り越えたメンバーの存在ってめちゃくちゃ大きいから、そう、でもあの時一緒に頑張ってこれたからのからこその今の一体感って絶対にあるし、だからね、実は青春時計よりも絶望の方が私はすごいグッときてましたそういっぱい思い出しちゃって、衣装がダメだったそう、これが白プリーツじゃなかったら多分ここまでの気持ちにはなってなかったかもだけど、しかもその時別に私たちが白プリーツを着てたわけではなかったんだよね。白プリーツ着てたのは先輩で、私たちは時衣装だったんですけど、そうだからなんかその時も先輩たちの気持ちを着てる気分だったの。そう、衣装、そうなのよ、衣装自体にやっぱすごく一個一個一着一着にすごく思い出があるから、あこの衣装着てこの曲披露した時ってあの時のこと思い出すなとか、なんか本当にそういうのがいっぱいあるから、それで言うと、そう絶望はでもそこで別に披露したわけではないのにね、それこそ青春時計とかの方が多分あの衣装で青春時計やってたからなんだけど、
そう、普通に自分たちがあの時この衣装着てたわけではないんだけど、すごい思い出しちゃったなって。もちろんね、リバイバルの思い出とかもありますけど、そう、だから結構グッときてたな。でもやっぱそれよりもね、卒業ブロックですよね。そこまでだから頑張って耐えてきてたけど、卒業ブロックはやばかったな。そう、なんかね、カホがさ、まあこれまでこの卒業ドレスのこの出てくるメンバーの出方っていろいろあって、そう、曲中に出てくる子もいれば、先にドレス着てきて触れて話してから、まあ、曲披露するとか、なんかいろいろあったりとか、あとなんか卒業ブロック入ってるけど、まだドレスには着替えてなくて、曲何曲か披露した後ドレス着替えに行ってとか、なんかいろんなパターンがあったけど、なんかカホはドレス、せっかく自分のために作ってもらったドレスだから、なんか一曲でも長くそのドレスを着てたいっていうことで、もうなんか卒業ブロックに入った瞬間からドレスを着たいって、なんか3曲卒業ブロックで披露しましたけど、その3曲全部ドレスで披露したいって言ってて、そう、だから結構多分他のメンバーに比べて、今まで最近の卒業公演の中では多分ドレスに着替えるの早めだったと思うんですけど、そう、ドレスをみんなに見てほしいから、そう、長く着たいっていうので3曲全部ドレスでやるって言ってて、そう、そうなの、みどもりのイントロで出てくるのあれやばいですよね。そう、なんかそのドレスをさ着て出てくるっていうのも、着て出てきてメンバーがわーってなってから曲に入ること、こう曲中に出てくること、いろんなタイプがいるじゃないですか。そうでもあとはさ、なんかヤヒとかだと曲中に出てきたけど、なんか私たちも一緒に曲に参加してて、でなんかバーンって一緒にやるみたいなことが多かったから、もう完全に私たちもはけてドレスを着た卒業メンバーだけが出てくるっていうのは多分初めてだったんじゃないかな。そう、だからあの私たちも本当に自分が出てくるまでドレスを見れなくて、だから皆さんの方が多分先に見てるんだよね。私たちはじゃあ続いての曲ですどうぞって言ってはけちゃうからさ、ドレス見れてなくて、モニターでしか。そう、皆さんの方が、だからそのファン、だ本当にメンバーよりも誰よりもファンの皆さんに一番最初にドレスを見せたかったんだって。そう、だからその裏でその後出てくるセレモニーから出てくるメンバーとかも多分楽屋で待機してたんですけど、なんかその子たちにも見せたくないって言ってて、そう、なんかだから楽屋に押し込んどいてくださいって言ってたけど、本番どうしたのかちょっと分かんないけど、でもそう、冗談かもしれないけどそう言ってて、そう、だから本当にもうドレス姿を一番最初にファンの皆さんに見せたいっていうすごいこだわりがすごくあったから、そう、だから私たちもさ、どんなドレスかわからないから、あ、ちなみにでもめちゃくちゃ面白かったのが、あのオフショルだったじゃないですか、肩が出てるね、オフショルだったじゃない、でだからなんかリハでさ、オフショルだったらやっぱここがこうやって縛られちゃうから腕が上がんないんですよね。でそれをリハからやるためにここをテープでぐるぐる巻きにしててなんか拘束されてた、毎日リハでナナミに縛りつけてもらっててだからそれがあったから、あ、オフショルなんだなっていうことだけは分かってたんだけど、ドレスの形でも本当にどんなドレスか全く分からなくて、私たちもだから続いての曲はこれですどうぞって言ってはけた瞬間に、モニターで初めてカホのドレスを見て、おーって。でもね、すごい私想像してた通りでした。絶対カホは足を出すから前の方が短いやつだろうなって思ってたので、すごい想像つきました。待って何、お、あ、そっか、7月になったから変わったのか。織姫、ありがとうございます。ありがとうのサラさん、ありがとうございます。ありがとう、そっか7月か、そっか7月か、やばい、七夕なんだ、早すぎる、ドリで背景違うと思った、そっか七夕しようか、ありがとうございます、ありがとう。そうなんだ。縛り付けられて、リハの動画とか面白い、
全部緑の養生テープで肩ぐるぐる巻きにされてるそうでさ、みのもりねさん、なんか最後に大きなかほちゃんコールを聞かせてください、ポロンかほちゃん、あれやばいですよね、なんかめちゃくちゃ考えられてる、すごって思いました。みのもりなんかしかもピアノイントロで出てきて、ピアノイントロで出てきて そのコールをしてもらってて、すごいですよね。そうでさ、 1サビ1人で歌って、そうで2番からまず2期生が出てきて、でドラさんが出てきて2期ドラで2サビ歌ってって、あれやばくない？なんかそもそもみどもり、まあなんかフェスとかでも披露するけど、フルでってもう最近ずっとやってなかったじゃないですか。でも研究生公演の頃みどもりってフルでやってた、めちゃ懐かしくない？フルでやってたから、なんかそのみどもり2番を2期ドラで歌うっていうのがすっごいエモくて、そうだからあれ、そう、あの私さ、カホの卒業公演のリハが始まって立ち位置表見ただけで泣けたっていう話をしたと思うんですけど、それがこれで、みどもりで、もうこれ立ち位置表見ただけでやばかった、こんなの泣くに決まってるみたいな。2期が来て、トラさんが来て、2期ドラで2サビ歌うなんて、これは泣くでしょって、はい、立ち位置表見ただけで泣きました。でなんか12秒とかはリハでも泣かずにできたけど、みどもりはリハも本番もレッスン上でのリハも全てにおいて泣きました。みどもりで泣かなかったリハがなかったぐらいみどもりだけはどうしてもね、何回やっても耐えられなかった本当に。みどもり前座で見るのと本編で見るのとは意味で違う、うん、本当そうだと思います。なんかね、前座の身の盛りはすごくフレッシュだけど、やっぱ私たちでやるのは私たちでやるんで、すごい思い出もいっぱいあるから、そのパフォーマンス力だけではなくてね、やっぱ曲に対する思い出もすごい全然違うなって思うし、そう、あ、そうそう、野球場の思い出もあると思いますって言ってました。うん、野球場始球式とかもしたし、野球のお仕事でもその身の盛りにすごい行ったこともあったからっていうのもあって、みのもりを選んだって言ってました。うん、だからみのもりだけは本当にダメだったなんかじわるとかの方が、そう、卒業曲だしめちゃくちゃ泣けるかなって思ったけど、みのもりの方がダメでしたね、やばかった。そう、でもじわるは本当にやばかったですよ。そうだってもう歌詞がさ、刺さりまくりすぎてさ、じわるやばいよね。なんかこれまでいろんな卒業メンバーもじわる何人かでやってきたけど、そう、やっぱその中でもカホとは一緒に過ごしてきた時間も長かったし、カホがすごい指原さんにずっと憧れてるのも知ってたから、なんかよりね、カホがやるじわるはより私は結構ぐさぐさときましたね。そう、 NGT でもよくやってるけど、そう、カホのはやばかったな特に。でもさ、なんか曲振り付けとか曲調としてはすごく可愛い、本当にアイドルソングって感じの曲じゃないですか。そうだからなんか頑張って笑顔でできたけど、でももう歌詞がね、あれは本当にダメだよね。そう、もう全部なんか歌詞、この歌詞の特にこの部分とかじゃなくて、もう全部なの、全部がダメなの全部が刺さりすぎてダメなんですよ。特にこの歌詞がとかもうなんか表せないぐらい全部、そう、そう、そう、どこがとか言えないぐらい、そうそう
あでもまあどこがって言われてまあところどころあるけど、私的にはあそこサビの君がいないのは寂しいけど、ここやばい。そうと、あと 2番のカホとレイちゃんと私と3人で歌ったところがあって、昨日とは違う道を聞いてみたいって思ってたんだろうのところもやばい。まあ2番のサビももう全部やばい、やっぱ全部無理。もうやっぱどこがとかじゃなくて全部無理だった。君が幸せになればいいってのレイちゃんと2人で歌ってるのもなんかやばかったし、もうそれをぐるぐる回って、ちょうど帰りと合流するんですよ私で、帰りと目合わせて号泣しながらクッて言ってた。いやじわるはねほんとずるいよね。そうでもカホがやるから余計に本当にダメだったな。でも泣かずにできました。そう曲が可愛かったからなんとか、身の盛りの方がやばくて。あの日の出会いに悔いはないもやばい。 Thank you 今日までありがとうでで、やっぱ2番やばいよねじわる。いや1番もいいんだけど2番の歌詞が全部特にやばい。そうなんですよ。しかもなんかそのさじわるでサビでそれこそ駆けつけるのところ僕が全力で駆けつけてあげるの時ってなんか真ん中なんて言ったらいいの、センターの人が真ん中にちょっと下がってで駆けつけてわーってやってからこう真ん中からまた前に出るっていう振り付けなんですよ。でもそれドレス着てると厳しくないみたいな、ドレス着てて後ろ下がるのがきつかったら前にいるまんまでもいいよってダンスの先生が言ってくださったの。なんだけどもうカホは指原さんリスペクトだからどうしてもオリジナルに近づけたくて、そうだからもういや下がります。でも実際普通に下がれたみたいなんだけど、そう極力ちゃんともうオリジナルに寄せてやりたい。もちろんダンスの先生がそのドレスのことを考慮してそう言ってくださってることももちろん理解してるけど、もうなるべくオリジナルと全く同じ状態でやりたいっていう思いがすごく強くて、そうだからいや下がりますって言ってたりとか、あと結構さなんか最近の卒業公演なんかはぁってやったりとかさ、あとギューで終わるとかなんかいろいろあったりするじゃないですか。でもそういうのもなんかもう全部オリジナルでやりたいっていうのがあって、もう渡り鳥もそう、渡り鳥もオリジナルの人数17人でっていうことを多分最後の曲披露する前に言ってたんですけど、それもやっぱオリジナルでやりたいっていう思いがすごい強くて、そうなんか渡り鳥もオリジナルのメンバーでやりたくて人数調整してっていうのがあって、でもその思いはすごい強かったなって思いますね、卒業公演やってる中で、うん、そうオリジナルが17人の渡り鳥、そう多分だからその卒業公演の時最後の曲ですって言ってなんか17人でって強調してたのがもしかしたら17人ってなったかもしれないんですけど、そうオリジナルが17人だったから、私その渡り鳥ってあの夜明け前の彼女たちっていう NGT でやったドラマのまあ、主題歌にもなって、そのドラマの中でもあのカホもねそのキャストの中に選ばれて、で多分カホとしてもすごく思い出がある曲だからその曲を最後、まあ本人も最後 NGT の曲で終わりたいって言ってたけど、そうなんかそういうのもだから全部含めて多分カホがすごくこだわって最後は渡り鳥で終わりたいっていうのがあって、そうそうだからさ私やばかった、もうそのね渡り鳥の発売が決まって夜明け前の彼女たちのキャストの中にカホとカイリがいたのが私すごい
すごい嬉しくて、なんか別に自分が選ばれるとかどうとか全く気にしてなくて、そう、なんかそれよりもその2人が中にその中に入ったことがもう本当に自分のことのように嬉しくて、私電話した気がします。確か電話した記憶がある、うん、かそれぐらいなんかその2人がメインキャストに入ってたのがすごく嬉しかったし、そうだからなんか最後の曲を渡り鳥選んで、その曲をやった時にさ、もうイントロが流れ始めた時に私ドラマのことめっちゃ思い出しちゃって、そう、もう自分で脳内再生しちゃったドラマをもうそれで結構やばかったな。そう、渡り鳥自体もね、なんかすごいこうエールを送るような曲だったりするからさ、遠くで頑張るね、だからそれもすごくカホにぴったりだし、これからのカホにぴったりだし、カホがこのシングルの期間、それこそショールーム選抜もあったりとかして、本当にカホがすごく頑張っていった期間なのを知ってるから、ドラマもそうだし、なんかそれも全部含めてカホの中で多分このシングルってすごい特別だったんだろうなって思って、そう、だからもう二人鳥やばかった。え、ちょっとさ、見てほしいんだけどね。さ、私さ、昨日さ、家帰ってきた後さ、DMM 見ちゃったの。もうすでに泣きすぎて目腫れてて、今日も朝早くに起きなきゃいけなかったのに、どうしても見たくて、前座とその卒業ブロックだけ見たんですけど、まあ見ながら案の定泣いちゃったんだけど。最後の曲、渡り鳥披露してる時にさ、チャンチャジャンチャジャジャンってメンバーがさ、こうなんかわーってみんなが一斉に歩くんですよ。その時に、なんか、まあ、カホがセンターにいて、でその前をカエリと私が横切るんですけど、その時の二人の泣き顔がやばすぎて、しかもカエリがめちゃくちゃ大粒の涙をポロッと下ろす瞬間がね、落とす瞬間が映ってんの。え、見てほしい、本当に。カエリ泣きすぎだよって、そのさ、渡り鳥最後披露する前にさ、カホが言ってたけど、本当にそのチャンチャランチャラチャンで歩いてる瞬間に帰りがポロってめちゃくちゃ大きい涙の粒を落とす瞬間が映ってて、でちょっとびっくりしすぎて巻き戻しちゃった、そこだけ10秒もえ今の何と思って、でなんかもうその瞬間に私も一緒に重なってて、これ私の涙なのか帰りの涙なのかどっちなんだろうと思って見たら帰りでした。そう、その瞬間にね、本当に私とカイリのね、めちゃくちゃ泣き顔と奥にカホのなんかすごい最後の曲だっていうなんかたくましい顔があって、なんかやばい、てか本当にこれ申し訳ないんですけど、カホのその最後のさ、卒業のスピーチしてる時にさ、ずっと私とカイリがさ映っててさ、真後ろに本当に申し訳ないって思って、いや、なんか普段だったら生誕の時とかもそうなんだけど、結構そこ映らないように、まあ、横にはけたりとかするんですけど、昨日ちょっとなんかメンバーの人数がやっぱ多かったからさ、それができなくて、なんかそう動けなくてさ、いやこれ映っちゃってんじゃないかなって実は内心ずっと思ってたんだけど、 DMM 見返したらカホがちゃんと真ん中で、その両脇に私とカイリが映ってて、しかも2人とも泣きすぎて、なんか顔うるさいかもってそう、それを今日午前中、今日昼間にその LINE しててカホに話してて私たち泣きすぎて顔うるさいかもって謝ってたえ、そうなの、本当にちょうどもうカホを綺麗に挟むように私とカエリがもうずっと映っててしかもずっと泣いてんの2人して、そうなのよ。いやあれはね、本当は映らないようにしたかったんですけど、ちょっと動けなくてああなってしまって、すごくいい表情しててありがとう。もう号泣しすぎた。どのメンバーよりも多分あのスピーチ中一番泣いてた2人真後ろに映っちゃってて本当に本当に申し訳ないです。そうか、
ちょいちょいね、その渡り鳥のイントロのこの交差する瞬間とか、本当に私とカホ、私とカホじゃなかった、私とカエリが泣きすぎてちょいちょいね、ちょっと号泣シーンが見切れてるのレベルじゃなく映っちゃってですけど、そう分かる。で渡り鳥のさ、じゃんじゃんじゃんとかさ、ひなたとかさ、なあなあみーとかやってきたじゃないですか。これカホちゃん来るかなって思ったら、本当に本当にカホちゃん来て、いやリハの時にね、みんなでちょっとカホちゃんって言いながらやってたんですけど、本番本当に皆さんの声でカホちゃんだったね。渡り鳥やばいよあの曲。もうさ、私さ途中さフラフラになっちゃって、渡り鳥やってる時、ニサビのさ季節は巡り旅始まるで、このカホとヒノと春の3人が真ん中で踊ってて、その周りをこうさみんなでこうやってぐるぐるやってる振り付けなんですけど、もう泣きすぎてフラフラになっちゃって、あの崩れた季節は巡り旅を始まる、一瞬なんかしゃがんでる振り付けだったから、あいべってなって一回なりました。見た見てた、一番見えるとこにいたもんねもうね、もうね、ダメだった、もう私このまま倒れるかもしれない、泣きすぎてって思ったそうなん、でもなんとかなんとか最後までこれを踊り切らなきゃダメだと思って、もう本当に本当に最後だから、最後の曲だからやりきらなきゃって思って、結構ガチでフラフラだったんですけど、最後やりきりましただからもう終わった瞬間やばくて、あ、そうだ、みんなに秘密を教えてあげる、みんなに秘密を教えてあげるよ。あのですね、その最後の渡り鳥、実は隠しマシモカホがあって、これ絶対に誰も気づいてないと思うんですけど、安藤さんがめちゃくちゃ綺麗な写真を撮ってくださったので見てほしくてですね、あのさ渡り鳥のさ最後さ、チャチャララッチャチャンチャーンってポーズするじゃないですか、あれ実はマシモカホだったんですよ。これがその写真なんですけど、見えますか、なんとここでこのスイスイとナナミで K を作ってて、私とミハルさんで実は M を作ってて、カホマシモなんです実はめちゃくちゃかっこよくポーズ撮ってる風に見えて、実は隠しマシモカホがあってそう、誰も気づかないと思うけど、安藤さんがめっちゃ綺麗な写真撮ってくださってたそうなんですよ、チラララチャチャンチャーンでポーズ、そうなんかさ、そのさっき言ったみたいに卒業後にさ最近わーとかさ、なんかギュッとかしてたけど、そういうのはしなかったの今回。そうでもなんか最後ちょっとやろうかなってなって、でもみんなでやったら変だから、そこだけちょっと K と M 入れとくってなって、本当に K と M やりましたそうでもさ、普通に分かんなくない、普通に最後そういう、だってみんながいろんなポーズさ、なんか綺麗めなっていうか、なんかいろんなポーズをするっていう振り付けだから、多分パッと見じゃ絶対に分からないんだけど、実は K と M を隠してましたカホマシモで実は終わってた後ろカホ知ってますよもちろん、リハの時からやってた。そうでも本当にやるみたいになったけど、いや、やろってなってやりました実はね、してたんだ気づかないね。そうでももうやばかったな、渡り鳥終わった瞬間に、あ、終わっちゃった感がすごかったね、うん、そう、こんなに綺麗な写真に収めてくださると思ってなかったし、安藤さんもちなみにこれ多分知らないもう最後の曲の最後のシーンだと思ったから、多分安藤さん普通にシャッターを切ってくださったんですけど、まさかここに K と M が隠れてるなんて、
安藤さんも知らない、言ってないからけどめっちゃ綺麗にこの証拠写真を収めてくださって、そうそうなんですよ、そう撮ってくれなきゃいけない、本いやまあ言ってたよ、実はケイトも作でも多分写ってないそうなんかもともとリハの時にそのスイスイとナナミが先にケイを作り始めてて、そうで私たちは普通にポーズ撮ってたんですけど、え、Kやってるからこっち M やるってなって M やったのが最初そうリハで、でも本番もやりましたちゃんとそう最初はこっち側か K の人たちから始まってた、でだから K が最初に作られたから、え、じゃあ KAHO にするってなったんだけど、それはさすがにあからさますぎてちょっとそう KHO だとちょっとさすがにね、あの渡り鳥の最後のポーズ風にするにはちょっと無理があるじゃないですか、やろうと思えば多分できると思うけどってなって、じゃあ K と M にしようってなってこうなりました。 K と M だったらまだなんかそれっぽい、それっぽくできるってなってK と M になりましたそう、だから多分みんな気づかなかった、これがそう KHO だと結構多分バレてたと思うけど、曲の雰囲気とちょっと違うから、そう KM で確かに、おお、もうこうなっちゃう、テレレレレレテレンテン、いやこの顔でドヤ顔されてもってなっちゃうそう私はだから M ねこうって済ましておきましたいやでも最後の曲終わっちゃったら本当に終わったなって、やばかったな、うん、そうね、なんかあの最後挨拶して、まあ、みんながはけたタイミングでニキドラだけ最後見送りしようってなってニキドラで残ってからはけたんですけど、あの時にカイリが頑張ったねってカホに言ったんですよ、マイク通さずに、だからその場にいたメンバーだけが聞こえる声で頑張ったねって言ったら、その頑張ったねでカホの涙腺が崩壊して、そしたらもう全員の涙腺が崩壊しちゃって最後吐ける間際全員大号泣で終わりました。いや本当にやっぱさっきも言ったけどさ、やっぱニキドラしんどい時をたくさん一緒に乗り越えてきてるし、なんかその一番大変な時を一緒に乗り越えてきたその中心にいたのっていつもカホで、なんかそれってなんか誰かが例えば諦めそうになったりとかマイナスな気持ちになってた時もカホが声かけてくれて、なんか常にこう引っ張り出してくれてた、そういうところにいた子たちを、私もそれこそ高校生の時からずっとそうだけど、なんかそういうなんか負の場所にいると必ずカホが見つけて引き出してくれるから、なんか本当にそういうなんだろう、グループとしてもそうだし個人としてもそういう子がいた時に必ずカホが真ん中にいてくれて、そういう子をなんか一人も かけないようになんかずっとずっと手つないでくれてたのが多分カホだったから、そうだからこうカイリが頑張ったねってカホに言った時に、多分そのカホが今までずっと頑張ってきてくれてたことをニキドラみんなが一番知ってるから、そうだからね、それが結構なんかカホ自身にも多分その頑張ったねがすごい刺さったと思うし、なんか私たちも本当に、ね、よく頑張ったねって感じだし、ずっと頑張ってくれてありがとうっていう気持ちだったから、そうだからもうあの最後は本当に全員号泣全員号泣でした。やっぱね、同期が減るは寂しいよね、本当に一番一緒に頑張ってきてるからね、うん
だからなんかはけてからもみんな号泣。えでもねなんか それねめちゃくちゃはけてからもめっちゃ可愛くてあのねカホが昨日お手紙をくれたんですよ。全員に一人一人にお手紙をくれて、でも多分絶対に泣いちゃうから公演が終わった後に読んでねって言ってたの、渡す時にメンバーに。で私は絶対にそうなると思ってたから公演前には読まなくて、公演終わってから読んだの。公演終わってもうほんと家に帰る直前ぐらいに読んだんですよ。そうでもなんかまあメンバーによっては開演前に読み始める子とか、まあいろんな子がいたんですけど、あのレイちゃんがねあの公演終わってはけます。でまだお見送りの前で、だからそのお見送りまでの間ちょっと時間あるじゃないですか。その時間の間にレイちゃんがさカホからもらった手紙をね読んだの。そしたらさレイちゃん号泣しちゃってしかも泣き方がめっちゃ赤ちゃんみたいでうわーっていう泣き方をし始めてそう確かにカホのその公演終わってから読みなは守ってたんだけどまだお見送りあるのにめっちゃ急に号泣し始めてしかもめっちゃ泣き方が可愛かったの。もうみんな結構卒業公演で涙流し尽くして、もうなんか放心状態だったの、一人一人が楽屋の隅でみんな放心状態だったのに、れいちゃんだけめっちゃ泣き方が赤ちゃんみたいな泣き方しててめっちゃ可愛くてねえまだお見送り終わってないのにってなってめっちゃ可愛かったそう可愛かったです。そう多分さ、なんか私も多分卒業公演直後にそれ読んでたら同じ状況になってたと思うんだけど、卒業公演終わってもうなんか写真撮影とかも一旦終わって全部終わってから読んだから、ちょっと気持ち的に落ち着いた状態で読めて、でもそれでもやばかったです。なんかそうなんかメンバー全員とかあとスタッフさんとかにもお手紙カホ書いてたんですけど、なんかメンバーへのお手紙最後に私に書いてくれたみたいで、メンバーへの最後のお手紙ですって書かれてた。そう。しかも本当にすごい嬉しいこといっぱい書いてくれて、はい。だから危なかったです。開演前に読んでもやばかったと思うし、公演直後に読んでも多分やばかったと思うから、一旦冷静になってから読めてよかった。誰か動画に…あ、れいちゃんが泣いてるの？あの動画は残ってないんだけど、まりなさんかな？写真撮ってました。れいちゃんが号泣してる時の写真をそう、まりなさんがお見送りの時に写真撮ってたの。カホの後ろ姿とかその最後のお見送りの様子をまりなさんが写真撮ってて、だからそれでカメラを多分準備してたんだよね、もともと。でもそしたら突然れいちゃんが泣き出すから、そのれいちゃんの号泣してる写真収められてました。めっちゃ可愛かった。泣いててもなんでこんな可愛いのっていう写真だった。本当に超可愛かったでもねお見送りがやばかったもん。なんかそのカホの卒業発表があった日はあのもう私自分が大号泣しすぎててさ、カホの隣でお見送りしながら号泣みたいな感じだったんですよ。でも昨日の卒業公演はもうなんかこう公園でひとしきり泣き終わっちゃったから、なんかお見送りの頃にはもうなんか心に何も残ってない状態みたいななんかもう流す涙も残ってないぐらいもうぼーっとしてたんです。でもだからお見送り意外となんか元気にやれてたと思う。まあでもすごい泣きすぎだよってめっちゃ、しかも帰りが隣だったの。お見送り私と帰りが一緒だったから、もう通り過ぎていくファンの方みんなに二人とも泣きすぎってめっちゃ言われて本当ごめんなさいって感じだったんですけど、そうでお見送り結構元気そうだったでしょ。そう泣かずに頑張ってたんですけど、頑張ってたんですけどね、でもファンの方見たら泣けてきちゃって、そうお見送りでもめっちゃ、そうで最初は泣いてなかった。最初は意外とすんなりいけてたんですよ。いつも通りじゃないけど、でもありがとうございましたってなって出て
で泣きすぎてみたいな、ごめんなさいって感じだったんだけど、なんかそのお見送りしてる中でこのカホの卒業発表があってから、この卒業までの間に劇場めちゃくちゃ通ってたファンの方とかもさ、こっちも顔覚えるじゃないですか。このカホが卒業するまでになんかいっぱい公演、本当にでもカホのファンの方ってすごいそういう方が多くて、卒業までの間に公演にいっぱい入ろうっていう方がすごく多かったから、なんかそういう方を最後に劇場でこうお見送りした時に、なんかこの卒業発表から卒業までのこの間の公演のこととか、でもこれからもうカホがいなくなっちゃったらもうこの方は劇場に来ないのかなとか、なんかもうそういうこと考えたら泣き始めちゃって、そうなんかね、もうやっぱさ私たちも寂しいんだよ本当に。それだけこうカホの卒業までにいっぱい劇場に通ってくださってたから、なんかもうその方を見たらめっちゃ泣けてきちゃって、そうなんか、ありがとね今までみたいな気持ちになっちゃったの、こっちも。そこからもうお見送りで号泣しちゃった。そう、あともうほんとそれこそカホのことをずっと初期からなんか応援してたファンの方とかはやっぱさ、私もドラさんだったからさ知ってたりして、昔からのカホのファンの方とかはさ結構、まあ、顔見知りじゃないけどなんか知ってたから、なんか最後卒業公演でそのファンの方見た時になんかもうお疲れ様っていう気持ちになっちゃって、この6年間ずっとねカホのことをすごい応援してくれてて誰ってなるんですけど本当誰って感じですけど、本当になんかその応援してたファンの方も多分いっぱい悩みながらカホのことをすごいずっとそれでも支えてくださってたから、そう、それをね私もなんか知ってるからこそ、なんかどっちの面でも知ってるじゃないですか。カホがそのファンの方をすごく頼りにしているっていう面でも、そのカホのことをずっと支えてくださったっていうそのファンの方に対してね、そういう気持ちもあるし、逆にそのファンの方がそのカホのことを応援するためになんかたくさん悩んだりとか、あの自分のことを犠牲にしてまでカホのことを応援してたりとか、なんかそっちの面でも知ってたから、なんかこの何仲介役じゃないけど、なんかどっちも知ってるからこそすごい苦しくて、なんかこのカホの最後をさ、この見届けるのが、だからそのファンの方を最後お見送りで見た時にもうやばかった、本当にやばかった彼女の親友みたいな、いやでも本当になんかそんな気持ちだから、お見送りで泣いちゃったファンの方見た時に、そう本当に昔から応援してくださってるファンの方とかやばかったな本当に。とかもうカホ自身がさ卒業してさ表に立たないから、本当にファンの方とも本当に最後じゃないですか。だからなんかどのファンの方もね、昨日来てたファンのどのファンの方もそうだけど、もうカホとはもう会えないんだと思ったら、なんかそれがすごい切なすぎて、もうだからお見送りめっちゃ泣けました、やばかった本当。だからなんか最初元気にまあお見送りしてたんですけど、ファンの方見たらだんだん泣けてきて、ちょっと落ち着いたと思ったらまた泣けてきてみたいな、もうだからずっとずっとお見送りめっちゃ泣けた本当に、本当にやばかった。そう、しかもやっぱさ、私とカホが距離が近かった分、私がカホのファンの方との距離が近かったのもあって、多分知ってるファンの方も結構多かったから、それもねあってね、なんかこう今までで一番すごいお見送り泣けたかも。しかもファンの方を見て泣けたっていうのがすごい、うん、今までそこまでなかったかな、あんまり。もちろん寂しいけど、なんかファンの方の気持ちにまでなってっていうのはそこまでなかったかもしれないと思って、いやなんか本当にお見送り本当にやばかったそう、私結構その
昨日の公演やってても思ったけど、そのカホのファンの方もう本当にカホちゃんがいなくなるのが寂しいっていうのが全面に現れてて、公演中もそう。だからなんかわかんないし、なんか私的にね、カホのファンの方って結構カホ一筋の方が多い気がするの。そう、あ、もちろんなんか他のメンバーも応援してるよみたいなファンの方もたくさんいらっしゃるけど、なんかカホにすごく熱心に応援してる熱いファンの方が多いイメージだから、だからカホが卒業したらなんかすごいもう私たちも会えないのかなって思ったし、そう、なんかみんなもカホがいなくなっても元気でねっていう気持ちだったし、そう、だからすごい寂しくなっちゃったな、お見送り。もう私とカイリーはずっと泣いてました。お見送りも隣だったからずっと泣いてました本当に。でもね、あとね、もう多分みんなもめちゃくちゃ泣いたんだろうなって、お見送りの時さ、みんなマスクつけて帰るけど、マスクがみんなびちょびちょでみんなめっちゃ泣いたんだろうなってすごい思ってたよみんなマスク濡れてたそうだよね、そりゃそうなるよね本当に。そう、みんな泣いたんだなって思ったし、うん、なんか最後の挨拶した後とかもすごい泣き崩れるぐらい泣いてるファンの方とかもいらっしゃって、なんかもう本当に苦しくなっちゃった、うん、本当に。いや、そうだよね。そう、なんかでもだからさ、こう人の卒業公演でこれだから、私自分の卒業公演どうなっちゃうんだろうって、もしいつかその日が来た時にどうなっちゃうんだろうって思ったんだけど、でもさ、カホがさこの卒業公演の中でもさ言ってたけど、なんか自分が涙を流しちゃったか、卒業公演とか、あとエッサ、先週のエッサとかでも言ってたけど、なんか自分が涙流しちゃったらそこに対して未練があるように感じちゃうから、なんか自分は泣かない、もう自分で卒業は決めたことだし、なんかもうやりきっての卒業だから泣かないって言ってたじゃないですか。そうだからさ、もう私でもこれは逆に人の卒業公演だからこんな感情になって涙が出るのかなって、そのカホのその話を聞いたら、確かにでも自分で卒業を決めたんだったら意外とそうなのかなとも思ったりして、だから全く想像つかない、自分が卒業するときどうなっちゃうんだろう私でもなんかその気持ちも分かるんですよ、自分で決めたことだからもう自分はあとみんなに幸せになってほしいってもうかもずっと言ってたけど、なんかその気持ちもやっぱすごい分かるじゃないですか。そう、だからそう、自分はもうなんか笑顔で元気でねってなるっていう考え方もすごい理解できるなと、確かに自分がそうなったらそうなのかなって気もして、だから今私は自分のファンの方じゃないからこそ、なんかその子とそのファンの方のその関係性でなんかこんなに私は泣いてるのかなと思ってね、どうなんだろう。そう、自分が卒業するときはもう自分で決めたことだから、皆さんとのお別れもそれも覚悟した上で卒業を決めてるわけだから、まあ、そうなんのかな、どうなんだろう。でもやっぱさすがに寂しいよなーとか、うーん、いやでも私みんなが泣いてたら泣いちゃうかもな、自分がもしそう思ってたとしても、もう私は自分で決めたことだから泣かないって、うん、みんな元気でねの気持ちで最後別れたとしても、みんなが泣いてたら泣いちゃうかも、うん、泣いちゃうかもな。で
でもさ、だからカホがあんだけさ、私は泣かないって言ってたじゃん、卒業公演前にエッサとかその最後の配信とかでもさ、私は泣かないとかって言ってたのに、でもなんか最後さ挨拶した後さ、ファンの方がさ6年間ありがとうって言った時のさ、もうカホがさ何にも喋れなくなって泣き出した時があれがやばかった。私なんかそれまで結構それこそ嫌いなのかもしれないとか、もう日野も帰りも号泣してたのに、カホだけ泣いてなかったし、なんかうるうるはしてたけど泣いてなかったし、なんかまあお父様からのお手紙とかで、まあ、ちょっと泣いてたけど、でも本当に多分カホ自分で決めたことをさ貫き通す子だからさ、もう私は泣かないって決めたら多分あんま泣かなかったんだと思うけど、でもあれで本当に最後なんだって私もすごい感じたし、なんかあれでカホがもう何にも言葉が出なくてただただ涙を流し出す瞬間で結構やばかったな。あれすごい、なんか思い出したら泣いてきた今に始まったことじゃなかった。私さっきからずっと泣いてた本当に最後なんだなってこっちも感じたし、泣かないって言ってたカホがそこで号泣したのは結構なんかグッときたよね。そうなんかさ、だからあんだけ卒業公演ってなんかもう本当に最後はこうすごい寂しい、なんだろう、もうあんなにみんな涙を流して終わるんだけど、なんかその後さ写真撮影とかさしてる時にさ、こう卒業 OG とかが入ってきたらさ、なんかワイワイし始めてなんかそのなんだろう、卒業公演の時はあこれがもう本当に最後なんだなってめっちゃ感じるんだけど、その後写真撮影とかしてる間のガヤガヤ感があまりにも NGT すぎてなんか本当にこれ最後なんだっけみたいに感じちゃう、いつも誰の卒業公演でも。なんか写真撮影一人一人さ撮影するからさ、ちょっとやっぱ時間がかかるじゃないですか。なんかその間にさみんなとさずっと喋ってるとさ、なんか卒業公演であんなに泣いたのになってなんか忘れちゃうぐらいガヤガヤしてんだよねいつもめちゃくちゃにぎやか。そうそれでね、昨日めっちゃ面白かったのがそのさ卒業公演が終わって写真撮影をするのに、なんか最初さあの2期の結構 OG もね集まって2期の写真撮ってて、2期で写真撮ったのよ。で私それ撮ってあげて、でその後なんかドラフトメンバーでも撮ろうってなって、私とカイリとカホとヒノとその4人で写真を撮ろうってなって、誰かに写真撮ってってお願いしたの。そしたら真ん前にヤヒとハルカがいて、でなんかヤヒとハルカがこうやってさスマホ構えてたから撮ってくれんのかなと思ったら自撮りしてて自撮りしてて、あの人たちもう完全に私たちを撮るポジションで自撮りしてて、こうやってカメラ構えてる、こ外カメなのかと思ったら内向き内カメラでそれを気づいた瞬間にもう爆笑して、しかもさヤヒのさ笑い方って本当に面白いからさもう私特に私とヤヒが崩れ落ちてた、面白すぎてはずお互いはずみたいなめっちゃ面白かった、うん、笑いすぎた、あの瞬間が一番面白かった昨日の中でそうだし、なんかねあとすっごい面白かったのが、なんかヤヒとサラがカホに卒業おめでとうってプレゼントを持ってきたんだけど、そのプレゼントの袋がボッコボコでもうめっちゃ二人らしいって思って
なんかもうヤヒとサラじゃないとそうならないだろうなっていう紙袋のボコボコ加減だったなんかねもう相変わらずすぎて、なんかまあこれだなって、ニキドラ NGT ってニキドラってこれだなってすっごい思いました。もう相変わらずすぎる、なんかすごいそれに懐かしく感じました。わかる、何があったの、めっちゃ紙袋ボッコボコだったんだけどさすがに笑っちゃったいやでもまあヤヒとサラならしょうがないってなる、なんかもうめっちゃ面白かったですね。あと個人的にはね、青とサラとハルが揃ってたのがすっごいエモってなりました。なんかあの春ここ最近ずっとさ卒業公演出られてなかったから、そうマナの卒業公演も夢の卒業公演もサヤの卒業公演も出れてなかったから、あの結構みんな来てくれてたりもしたんだけど、それまでの卒業公演もでも春香がさいなかったからさ、そこが揃うことってなくて、そうそうなの、もうみんな二十歳なんですよ、やばくない？青と春とサラがさ二十歳になるんだよ、もうやばいよね。でその3人がなんか揃ってるのがすっごいエモいなって、しかもその3人二十歳になるなんてみたいな、すごいエモさを感じました。怖いよね、すごいよね、全員が成人、まあ成人はもうしてんだけど全員二十歳になっちゃ う。でもみんなスタッフさん、あおちゃんって全然変わってないねって、本当に二十歳になるのって言われてたいや本当にねそうなのよ、なんかあおって本当に二十歳なのかな、なんかサラとかハルとかまあ大人になったなって感じるんだけど、あおだけは本当になんかずっと赤ちゃんなんだよなそうあおちゃんって二十歳なんだって言われてたいやなんかすごい面白かったな。でもなんかそれこそ、まあ、ミリーはこの前もねサヤの卒業公演の時に会ったんだけど、そうなんかそうミリーがそのサヤの卒業公演の日に新潟に来た時に、その日カホの家に泊まってたんですよ。でなんかいろいろその昔の話とかしてたんだって。でその時になんかミリーとカホでミューミューってめっちゃ変わったよねっていう話をされてたらしくて、いやでもそうだと思う、なんかミリーがいた頃の私って多分めっちゃ静かで全然関わらなかったから、いやもう普通に仲良かったけどなんかあんまり群れない人間だったから私がね。そう、私なんかミリーは本当にあの誰とでも仲良くなれるタイプの人だから、なんかその喋ってるかさや、そんなことないよ、さすがにツーショットとかはあるよ喋ってはいるけど、そうなんかでも多分もし同じ学校にいたら絶対に交わらない仲だったなんて同い年だったしね、そう同い年だったし、だから全然普通に仲は良かったけど、多分同じ学校だったら友達になってないタイプだったっていうのが多分当時ミリーが NGT にいた時にももう完全にそうだったと思うのよ。そうだからなんかミリーがそのサヤの卒業公演の時にすっごい久しぶりにその NGT に帰ってきた時に、ミミってめっちゃ変わったよねっていう話を終わってからカホンチでしてたんだってでもそれは私もやっぱさすがに感じるよね。そうだからでもミリーとはそのサヤの卒業公演ぶりだから、何ヶ月 2,3 ヶ月ぶりとかに会ったのよこの前は。だからあ違う昨日はね、だからなんかもう普通に超仲いいみたいな距離感になって昔の私4回、え待ってもう4ヶ月も経ったんだ、サヤの卒業公演から、待って怖い、そんなに経ったんだ、もう 2,3 ヶ月ぐらいの感覚だった、そこもう4ヶ月も経ったのか。そうでもだからちょっとまだ会ったばっかりだったから全然普通に、えミリーヤッホーってまた痩せたみたいな、なんかその距離感になってて、なんかえ私とミリーってこんな距離感に なれたんだって昔の私だったら絶対に無理だったなって思って、そう
なんかびっくりしました。だって OG が昨日卒業公演終わった後劇場内に入ってきて一番最初に喋ったのミリだったもん私。昔の私じゃありえない、めっちゃ失礼だけど昔の私は本当にありえなくて。そうだからすごいそれぐらい変わったなって思うし、そうでもなんかそうなれたのってさ、絶対そうなれたのっていうか、そもそもそんな昔の私でもなんかある程度みんなと仲良くできてたのはカホがそこに常になんか引っ張り上げてくれて、つなぎ合わせてくれてたから、なんとかその輪に私が入れてて、でもなんかもうこの時が過ぎてだんだんもう自分からその輪に入っていくようになったから、あの今の私がいて、でだから久しぶりに会うとすごい人格変わったレベルで多分人が変わったと思われちゃう。そうなんです。だからめっちゃ昨日ミリとずっと喋ってたの、うん、そうだからね、なんかそれね、昨日とかまあヤヒとかサラとかもいて、なんかみんなと集まった時になんか昔より私みんなとすごく話しやすくなったなって思って、そうだからなんか昔の私もこの今の私だったら、今の私でなんか昔のニキドラと一緒にいたらきっともっと楽しかったのかなってちょっと思っちゃった、悔しくなっちゃった。なんかそうまあいいんだけどね。まあいいんだけど、今の自分でなんか当時のニキドラと出会ってたらなんかもっと仲良くなれてたし、もっといろんな思い出作れてたかなってすごい思っちゃった。まあ今からでも全然遅くないからいいんですけど、いやそうなの、卒業してからも仲良しっていうか、むしろ卒業してからの方が仲良くなってる説、私は。結構メンバーとの距離感としては卒業してからの方がなんか距離感が分かってきたというか、私がグイグイ行けるようになった。変わるんだなって。それで言うとこの前あのカホと最後にねご飯に行った時にすごい衝撃的な話をされたんですけど、なんかカホが引っ越すのに家の片付けをしてた時になんかいろんなものが出てきたんだって。でそれであのカホが二十歳になった時に私がお手紙を書いたんですよカホに。覚えてる人いるかな、なんか当時あのコロナ禍だったから配信違う生誕祭とかできなくて、そうだからなんか自分たちで生誕祭みたいなことしてたんですよ当時。劇場とかさレッスン場とかに集まってなんかみんなでなんかショールームでお誕生日お祝いするみたいなのをやってたじゃないですか昔。でそれでカホの二十歳の時になんかカホの二十歳のお祝いをドラムメモでご飯食べに行って、でその後みんなで劇場に行ってカホのなんか生誕祭みたいなショールームをやったんですね。でその時に私がカホに二十歳のお手紙を書いたんですよ。そうでその手紙が出てきたんだって、その引っ越しするのに片付けしてたらその手紙がね出てきたらしくて、でなんかもう私カホにその手紙に何て書いたか何にも覚えてないんですけど、あそうそう劇場の楽屋で配信したんだけど、その時にカホにさお手紙読んで、多分だから当時の配信とかが残ってたら多分まああるんだけど、なんかそれでね何書いたか私は全く覚えてなかったんですけど、あの手紙をさそれカホが久しぶりにそれ読んだんだって。そしたらなんかその手紙の最後になんか私とさカホはドラフト候補生の頃の仲だったから、でカホが NGT に入ってきてくれて、で今度は2人でご飯に行こうねっていう話をしてたらしい。カホが NGT に入ってきてくれたからなんか2人でご飯に行こうねっていう話をしてたらしいんですよ当時。なんだけどなんかその手紙の最後には2人でご飯に行こうっていう話をしていたの覚えていますか、今でもまだ叶えられてないので行きましょうねみたいなことを最後書いてたんだって手紙の最後に。それがなんか数年後飲み友になると思わないじゃないですか。だからなんかカホがその手紙読んですごいびっくりしたって言ってました。
いやそう、でもなんかやっぱ飲み友っていうだけあって、私たち2人が成人してからなんですよ、この関係性って。2人でお酒飲めるようになってからのこの距離感だからそう、だから当時はまだ果帆が二十歳になって、私はまだ飲めなかったから、ご飯に行くタイミングも多分 なくて、だって2人でご飯初めて行ったの私が二十歳になってから、2人で成人して初めてじゃあお酒飲みに行こうが2人でご飯行ったの最初だったから、結局その手紙からもさらに1年後なんですけど、2人でご飯に行ったのそう、でも確かにそんなこと言ってたし、そんなこと書いたかもと思って、いや今じゃ考えられないですよね本当に。そうそうなのお酒のおかげでしたこの距離感いやそう、でもなんかね、この前そのカホの、だから一昨日かカホの卒業公演の前日にね、夜メールにも書いたんですけど、まあ、普通にドラフト候補生時代はむしろカホがいないと私は本当ドラフトのあのしんどい合宿絶対に乗り越えられなかったっていうぐらい、もうカホにめちゃくちゃ頼ってたんですよ。そうで、カホがいないと本当に頑張れなくて、同じチーム、だからカホが同じチームじゃなかったらそれもそれ多分ここまで関わってなかったと思う。だってヒノとかマジドラフト候補生時代一回も喋ったことないみたいな、だからチームが違うとそれぐらい喋らなかったんですよ。なんか同じグループ志望でもなんか全然喋らなかったんだけど、カホが同じチームで一緒だったからもうめちゃくちゃ支えてもらってたし、なんかそのおかげで一緒に頑張れてたんですけど、だからそのドラフト会議で私が5巡目で NGT に加入して、でもカホは選ばれなくて私だけ NGT に入るってことが決まった時に、もちろん自分のこととしては嬉しいけど、でもここまでカホが支えてきてくれたから私はこのドラフトの合宿を乗り越えられたわけで、カホがいないのに NGT に加入したって私はこれから先どうやって頑張っていけばいいんだみたいな気持ちになっちゃってたんですね。でもまあその後カホが2期生として加入してきてくれて、で、あ、やっとカホと再会できるみたいな、だから私はもうまたカホにもう、なんていうの、甘える気がまんまになったの、その頃からもうやっとカホが来てくれたみたいな気持ちだったんだけど、だからカホはまあ2期生として NGT に加入して、で2期の中でも最年長だったから、なんかその2期生のさ、他の子もみんな子供だったし、もうカホにドラフト候補生時代私がめちゃくちゃ頼っちゃってたみたいに、やっぱ2期生の中でも頼りになるお姉さんだったんですよカホが。でもなんか私はだからカホが2期生として NGT に入ってきてくれて、もうドラフト候補生の時みたいにカホにもうめちゃくちゃ頼りまくるつもりでいたんだけど、なんかやっぱカホはもうさ2期のお姉さんみたいになっちゃってたし、やっぱドラさんと2期で当時なんか同期じゃありませんみたいな、今でこそ同期だけどなんか謎の差をつけられてた時期だったから、なんか先輩みたいな扱いになっちゃって、ドラさんがなんかそれがだからよりすごい複雑になっちゃって、なんか私がカホに頼りに行けなくなっちゃったの。なんか先輩だし、なんかまあカホはカホで2期生もなんかお姉さん2期生のみんなに頼りにされてて、なんかこれで私が頼りにしちゃったらカホの負担になっちゃうなとか、なんかいろいろ考えたらなんかカホに頼れなくなっちゃって、そうだからそっから結構距離が空いちゃった。ドラフト候補生時代あんなにもう頼りにしまくってて、隣にカホがいないと生きていけない、まあ今もなんですけどねみたいな感じだったんだけど、あの本当に2期生が加入してきてからは結構本当にそんな感じでカホとめっちゃ距離を置いてました今でこそ言うけど結構本当に距離を置いてたっていうか、カホとの接し方をどうしたらいいか分かんなくなっちゃったんだよね。そう今までそんなに仲良くしてたけど、そうなんか距離感入り方がね違ったからこそ距離感がすごい難しくなっちゃって、ちょっと距離を置いてて、だからなんかそのまあ一緒に研究生として講演とかもやってたし、普通にまあ普通にメンバーとして仲は良かったけど、なんかまあカホはこうサメカツナユダコはいるけどななんかサメカツナとか、まあ、ミリーとかなんかまあ2期の中で仲良くしてて、だから結構あんまり関わってなかった時期があるかも。
まあ、普通にね研究生メンバーの一人みたいな感じでだったかな。でもなんかその時もやっぱそのでも研究生ではあるからさ、みんなドラさんもニキも研究生ではあるから、なんか一緒に活動する中で、あの私がすごい隅っこ、みんながワイワイしてる中で私結構隅っこにいることが多くて、でもなんかそれをずっとカホは気にしてくれてて、そう、でもなんか私がなんか変にカホと距離取っちゃってたから、なんかそこにあんま入りに行けなくてこれカホにも言ってないんだけどカホにも言ったことないけど、そうカホとなんか距離感分かんなくなっちゃった時があって、でもなんかユニット公演始まってドラムメモでいる時間が増えてからは結構なんかドラフト時代のさ距離感をさ思い出したっていうかさ、なんかやっぱそこなんかドラムメモの関係性って結構特別だったから、そうだからユニット公演始まってそのメンバーでいる時間が増えてからやっとちょっと素でいられるようになったっていうか、そこからかな。でドラムメモで一緒にいるようになって、でカホの二十歳の誕生日があって手紙にそう書いて、でそっからまあ私が二十歳迎えて、で二人でご飯行って、でもその時もうめっちゃぎっこちないの、なんかその過去に過去の LINE とか遡るとなんかもうめっちゃ事前にもうその頃だってマッシーって呼んでた、まあ、ドラフト候補生の頃から多分マッシーって呼んでたんだよね。だからずっとマッシーって呼び続けてて、だから昔の LINE もマッシーって言ってて、でなんか2人でご飯行こうって、初めて2人でご飯行こうってなった時もなんかお店どこがいい、じゃあ私予約するねみたいな、それもめっちゃ何日も前からそういう会話をしてて、めちゃくちゃなんかぎこちない会話をしてて、そうでもなんか いつの間にかカホって呼んでるし、いつの間にか2人でめっちゃ飲みに行くし、なんかいつの間にか当日決めて当日飲みに行っちゃうし、家に飲みに来るし家の酒漁るしもうなんかえって感じですよねそうだから今でこそ本当にここまで、むしろ候補生時代よりももっともっとカホとすごい距離縮まったけどそうそう、お酒あす、え、そうなの、あれでも本当になんで卒業公演まで取っといてほしいって言われたんだろうな、本当にめっちゃ謎だったな。そう私の誕生日プレゼントにウイスキーを3本くれて、でそれをうちの家にあったんだけど、家で鍋パした時にそれなんか飲みたかったらしくて、私がスタッフさんからの電話に出てる間に勝手にハイボール作り、炭酸までね、炭酸メーカーもうちにあるから炭酸メーカーと水全部入れて自分で作って飲んでた。しかもそのスタッフさんとの電話がめっちゃ長くて10分ぐらい話してたんですよ。だから終わってなんか帰ってきたらもうちゃんと飲んでたそうなの、そうでもそれが本当に面白すぎたからどっかでずっと話したいって思ってたんだけど、カホにその話でもさ、そ結構さなんかお酒漁ってたみたいなイメージ結構やばいじゃないですかだしその私の誕生日にウイスキーを3本くれたっていうのも言ってなかったのその時は、あの多分日向祭りで11月誕生日の月にラジオやった時に初めて多分その話をしただったかなですけど、そのウイスキー誕生日に3本もらった話すらしてなかったからさ、なんかこの話をどこで話そうかなって思ってて、面白すぎたから過去にこれ話したいんだよねって言ったら、え、じゃあそれ卒業まで取っといてほしいって言われて、その時はうん分かったって言ったけど、いざ卒業が決まってね、なんかこう卒業までのさ時間を過ごしてる時にさ、いや絶対もっと言うことあるじゃんって思って一回確認したんですよ、そうなんか一回確認した、なんかちょっと前に卒業発表、じゃあ卒業公演の時にその話してほしいって言ってたけど本当にそれ合ってるみたいな、でももうなんか卒業公演よりも前になんか話しておかないって私は思ったんだけど、思って普通に MC とかで話そうかなって思ったんだけど、なんか
いいよ別にみたいな。むしろ私は別にもっと話したいことあったけどみたいな感じだったんだけど、結局本当に最後まで、本当に卒業公演までその話を温めて、本当に卒業公演で喋っちゃった。本当に喋っちゃいましたよ。そう本当に、そうだから私が本当はだから話そうかなって思ったのはこの今の話、手紙の話、二十歳の手紙の話、この前カホに聞いたから、そう話そうかなって思ったけど、いやでもカホ卒業公演の時これ話してほしいって言ってたしなって思って、最後までどっち喋ろうかなって迷った結果、なんかユーナがその前に私とカホと3人でお酒飲みに行ったっていう話をしたから、あじゃあその流れでって思って話しちゃった。そう本当に面白い。そこのね、手紙の話とどっち話そうか迷ってた。そう手紙の話だったら絶対そっちの方がエモかったのにね。でもさ、カホから聞いた、カホが家片付けててその手紙が出てきてっていう話で、カホから聞いた話だったから、なんかカホがあのドレス、あの花冠とかつけてる、カホがいない間に話すならそれかなとも思ってたんだけど、そう結局話してしまいました。そうユーナがさ、その話したからもう流れで喋るかって思って喋っちゃった。そうでも本当にだからさっきも言ったみたいに、そのカホとの距離感が一時ちょっと私が距離を取っちゃってたんですよね。そうだからなんかそこからこんなに最終的に誰よりも一緒にお酒飲みに行く仲になって、二人でロケとかまでさせてもらえるようになる、ま、なんてか思わなかったな。でも私も忘れちゃってた最近まで、なんか今のカホとの距離感でしかなかったからさ、もう最近は。だからなんかカホとそのちょっと一時期気まずいって、まあそれは私が勝手に思ってただけなんだけど、その頃もずっとカホは私のこと気にしてくれてたけど、なんか私が勝手に気まずいって思っちゃってて、そうでも最近まで忘れてた、なんか今じゃ考えられなすぎて。でもなんか改めて卒業前日になって、なんかカホとの思い出を振り返ろうって思ってメール書いてる中で、なんか自然と書いてて、それを全然忘れてたけど、なんかメール書こう、最後にカホの卒業前の前日にメール書こうって思った時に勝手にその言葉が出てきてて、ああ確かにそういえばそうだったなみたいになりました。ニキとは漏れなく全員距離が愛否定はしない。心を開くまでにちょっと時間がかかるんですよね。そうでもカホには一番最初に心を開けたけど、まあ閉ざしてしまったんだろうな。そうでもだからそれで思い出しました、そういえばそうだったなって。そうでもなんかそう逆にそうだったから今もうお酒の力でお酒の力でこんなに仲良くなりました。まあでもドラムメモがやっぱ大きかったな。なんでドラムメモになったんだろうね。なんかユニット公演始めて気づいたらドラムメモだったよね。なんかうん、なんでって言われたら特に理由わかんないけど、気づいたらやっぱそこが大きかったな。だってそれこそドラムメモ一時期誰かが誕生日迎えるごとにご飯に行ってたから。本当にだからそんな感じだった、うん、からでもなんか最後でも最後がこの距離感で良かったなって思う。本当に最後まであの気まずさだったらと思うとね、こんなにエピソードは生まれてなかった。こんなにエピソードは生まれてなかったなって思う。でもお酒のエピソードありすぎるもん、本当に見せられないぐらい酔ってる写真とかさ。だからあれに使いました、アルバムに、カホに渡したアルバムに使いました、すごい酔ってる写真。もうねやばいんですよ本当に、顔写ってない写真とかある。なんかもうテーブルに頭こうなってピースしか写さない、やばすぎる。とかなんか
本当にいろいろ本当に大変だった。いろいろ大変でしたよ本当に。酔うと面白いんだから。そうでもだから本当に良かったな、カホと仲良くなれて良かったなって改めてすごい思いました。サンデープラスの放送前の動画、あ、そう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 、チャットに送りました。そう、あれね、あれが本当はオープニングであって、あのコントがあってからの、はい、マシモカホですみたいな自己紹介だったんだけど、尺の関係で泣く泣くカットされてしまって。そう、それで昨日公演前に確認したら載せたいって言ったら、そう、むしろ卒業公演前に載せた方がいいよって言われて、わかりましたって、その場ですぐ載せた。もう開演30分前ぐらいに載せました。めっちゃ面白い。そう、しかもめっちゃ爆笑されてました、あの千鳥足が面白すぎて。そう、そうだからね、サンデープラス多分見たら分かるんですけど、オープニングの自己紹介の時私が隣で爆笑してるんですよ。もっと真面目にやれってあれだけ見たら多分思ったんですけど、思うと思うんですけど、前にあのコントありきの自己紹介だったから、ちょっとああいう形になってます。普通もっとなんかちゃんとしてって思うじゃん。ちょっと見返してみて、多分まだあるよね TVer に、ちょっと見返してみてください。あのコントがあった上での自己紹介って思ってちゃんと見てみてください。そうっていうのがありました。はい、そうなんですよ。いやだから本当に本当にさ、だってこんなに卒業前に一緒にお仕事したメンバー初めてだったもん。初めてだったし、もうカホ以外ないんじゃないかなこれから先っていうぐらい。だから本当にカオとカオが NGT に一緒に来てくれて、一緒に活動できて、なんか最後はこんだけ仲良くなって卒業してよかったなってすごい思います。え、ちなみに私カオとの一番最初の出会いって喋ったことありました？あんまないかもしれない。なんかそのドラフト候補生時代に、私がもうとにかく支えてもらってたっていうエピソードしか多分喋ってなくて、あんまりカホの一番最初の出会いって喋ったことないと思うんだけど、一番最初は、まあ、ドラフト候補生に決まりました。あ、そう、ペン、え、やっぱ知ってる人は知ってるか。そう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 、ドラフト候補生に決まりました。でなんかその候補者に決まった人たちがチーム分けされて、でも私とカホが同じチームになったんですよ。でその同じチームになった人たちがこう名簿順に並んだのね。名簿順に並んだ時に私がいて、レイコ NMB の前田レイコがいて、カホがいたんですよ。で私の後ろの後ろにカホがいて、でなんか初めてそのチームごとに分かれて名簿順で並んで、なんかロドスの歌割りが配られた、歌割りというか歌詞カード、ロドスの歌詞カードが配られて、でなんかこう学校みたいにさ、こうやってさプリント後ろに渡すみたいな。でその歌詞カード届いて、でなんか、まあ、名前書いたりとかするのにペン持ってなくて、でもう私はさ人に話しかけるのが本当に無理だったからどうしようって思ってたんだけど、勇気を出して後ろにいたレイコに、すいませんペン持ってますかって聞いたんだけど、レイコもペン持ってなくて、そうでレイコが後ろのカホにペン持ってますかって聞いたら、カホがペン持ってて、私とレイコでペンを借りたっていうのが一番最初。それそう、もうその時から助け、一番出会いから助けられてた。そう、出会いをペンを貸してもらったことです。やばい、出会いから助けてもらって始まってる。そう、それが一番最初だったかな多分。いやなんかカホは多分ドラフト候補生時代顔出しで配信してたし、それこそ顔出しで配信してた人たちってその後ドラフト候補生オーディションが終わって全員で集合写真撮った時に、あ、この人顔出ししてた人だとかって、まあ、分かるんですよね。でその時にもう彼女は当時すごい斜め前髪だったから、そうだから、あ、この子顔出ししてる子だってすぐ気づいたんだけど、まあ別にその時は何も喋らなかった。
多分だから集合写真撮った時も多分近くだったんだよね。だからあってまあ認識はしてたけど喋ったことはなくて、初めて喋ったのはそのペンを借りたことでした。本人は多分覚えてないと思います。カオにその話したことない、なかった。最終選考まで顔出ししてない。あ、じゃあだいぶ前髪のイメージだと思う。なんかあの集合写真撮る時のイメージはめちゃくちゃあるんだよね、カオに。割と近くにいた覚えがあって、だから前髪の印象だな、じゃあ。いやでもそう、なんかさ、すごいね、私そのカホの昨日の卒業公演でも感じたんだけど、なんか人と被りたくない子なんですよね、あの子って。人と同じことをしたくない、どうやったら目立てるかなって考える子だから、だから多分その前髪、斜め前髪もなんかその一個だったのかなって今更ながら思う。まあ当時斜め、アシメの前髪流行ってたけど、流行ってたけど いなかったじゃん。でもさ、やっぱりオーディションとかってどうやって印象残すかって一個さ、なんか勝負ポイントだったりするじゃないですか。なんかそう、うん、そういうところなのかなって思う、うん。他にいなかった。そう、いやでもね、なんか本当に昨日の卒業公演も、いやなんかめっちゃカホだなって思う瞬間がすごいあって、これ多分絶対にみんな昨日の卒業公演を見てたみんなが共感すると思うんだけど、本当にマシモカホだなってすごい思う瞬間が超あって、あのねスピーチしてる時にすごいいろんな方、あ、違う、すごいいろんな方面にあの配慮するじゃんって思ったシーンがめっちゃあって、あのね、なんだったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかスピーチしてる時にすごい思ったんだよね。すごいなんかその気遣いすごい感じて、あとさ、終わった後そう自分で花束片付けに行こうとするところとかさ、すごい軽い。いや、そう、最後の配信だ。そう、最後の配信めっちゃ思いました。そう、すごい配慮するじゃんって思った。でもあれがマシモカホなんだよなってすっごい思った。なんかもうあまりにも周りにこの気を使いすぎて疲れないのかなって思っちゃうんだよね。そう、疲れないのかなって思っちゃうんだけど、でもカホはあれで生きてきてるから別にそれが大変だと思ってないっぽくて、いやもちろん大変だと思うんだけど、多分本人があんま自覚してなくて、そう、あれが当たり前で生きてきてるから、でもそれがカホの良さなんだけど、そう、あ、そうそう、立ち見の、そう、長く喋っちゃうから立ち見の皆さん座ってねとか、メンバーも座って、さすがに座らないだろうって思ったけど。そう、それ思い出した、それだ。そう、そうなのよ。そこと自分で花片付けに行こうとするところとか、そう、もうあまりにもマシモカホでちょっと面白かった、もう面白いまで行っちゃった、カホらしいなと思って。そう、あ、確かにスタッフさんへの言葉もすごいずっと言ってたよね。ずっと言ってた。まあでも確かにカホほどあれだけその外の方との関わりがあったメンバーって多分少ないし、それだけいろんな方に大切にされてて、でもそうされるぐらいのカホの気遣いの塊なの、本当に。それこそ外でお仕事するときは本当にそうで、なんかそれぐらい気遣いのできる人だから周りから愛されるんだろうなって本当に思う、一緒にいて。そう、だからね、なんかでもあれがマシモカホなんだよなってすごい、カホらしさがにじみ出てた、めっちゃ。で、私ね、すごいドラフト候補生時代に覚えてるのがあって、なんか合宿でね、最初さ、本当にあの合宿って
それぞれのチームの曲、私たちで言ったら12秒とリバーとロドス、もうこの3曲しかやってなかった。ずっとその3曲をやり続ける3ヶ月間ぐらいだったんだけど、なんかそれで、まあ、毎回さレッスン前にさストレッチとかをするわけで、みんなでストレッチをしてた時に、なんかスタッフさんがテーブルを片付け、テーブルだったか椅子だったかなんか片付けてたんです。そのなんかレッスンしてる部屋の外廊下で、なんかそのスタッフさんがテーブルとか椅子とかを片付けてて、でまあそれを、まあ、私ももちろん見てたんだけど、片付けてるなって思いながら、でももうさレッスンが始まるからさ、みんなでストレッチをしてた、ストレッチをする時間で、そうだからなんかまあ、あ片付けてるなって思いながら普通にストレッチしてたの。そしたらさカホがさ飛んでいってさ、片付けに行って、なんかもう なんていうの、何も考えずに困ってる人のことを助けに行けるみたいな、そうなんかそれを、もうそれがすごい忘れられないぐらいすごいこの人って思って、なんかそれまでも同じチームとしてカホにずっと助けてもらってたから、あこの人はすごい人に優しくて、なんかこんなに人のために動ける人、こんなに優しい人って私出会ったことないなって思ってて、そ親にも言ってたぐらいのカホのこと、 それ6年越しに私の親がさカホとご飯行った時にそれカホに言ってたんだけど、もうミユが昔からカホちゃんのことはこんなに優しい人に出会ったことないって言ってたんだよって言ってたんだけど、本当にそれぐらい私高校生時代からこんなに優しい人間に出会ったことないと思ってたんですね、カホのこと。その印象で一番印象深いのは本当にそれ、スタッフさんがなんか片付けてた時に、なんかもうなんていうのかな、本当良くないけど、良くないけど、なんかスタッフさんに片付けてもらってちょっと当然と思っちゃう部分が多分あって、当時私たちが、でもなんかそうじゃなくて、もうカホはもう困ってる人がいたらもう自分のことよりも人のこと助けに行って一緒に片付けてみたいな、なんかその行動を即行動に移せる人ってなかなかいないじゃないですか。なんかその印象がすっごい強くて、なんかそれまでもお世話になってる、カホにお世話になってる中で、あ優しい人だなって思ってたけど、なんかそれを一番印象付けたのはそれだった、うん、本当にめっちゃ忘れられないです。まあそれもカホも覚えてないと思いますけど、だってカホはそれが当たり前だと思ってやってるからさ、私はもうこの人すごいってその瞬間にすごい思ったけど、カホはもうそれを当たり前だと思ってやってるから多分本人は覚えてないと思うんですけど、そうだからなんかもう本当にその時から人のために優しくてすっごい周りに気遣いができる人ってずっと思ってたから、だから卒業公演でもそういうさ姿がさすごい垣間見えて節々にだからあすごい顔ってそうだったなって、昔からそうだったなってすごい思い出して、なんかそういうところにすごい助けられてきたんだなっていうのをすごい思いました思ったので、あの最後のカホとのツイートは書きましたいやマシモ家ね、いやそうなの、いやなんかマシモ家の皆さんにも何度かお会いしてるんですけど、あだからカホはこんなに優しい人に育ったんだなってめっちゃ感じる。なんかねその気遣いとか優しさとか、なんかマシモッケみんなそうなの、兄弟みんなそう、だからそういう家庭なんだなって、だからそれを当たり前のようになんかしてきたんできるんだろうなってカホがって思った。すごい家族見てて、そうなの、そうなんかね弟もう全員に会ったことあるねそうこの前カホがそう球場で始球式した時にナナミと見に行って、その時に本当に皆さんにお会いしたんですけど、そうでもその前にも弟にも会ったことあったしみたいな、何人か妹ちゃんにも会ったことあったしみたいな、もう全員に会ったのはあの時だったね。そう、うん
そうだからなんかあ、マシモケって本当に素敵。そうで私ね、自分のね両親とねマシモケとご飯に行ってほしいってずっと思ってんだよね。なんか私の親、誰のメンバーの親とも多分あんま会ったことなくて、でも絶対なんかこれだけ私がカホにお世話になったからこそちょっとマシモケに会ってほしい、私の親がってずっと思ってて、そう、いやめっちゃ会ってほしい両家顔合わせしてほしい。なんかねでもちょっとなんかなんだろうな、考え方似てそうなんだよなって思う、わかんないけど、うん、思います。そうでもなんか寂しいけどあんま寂しくなくて、なんか変な感じなんだけど、なんか寂しいけどでも多分これから先も一番会うだろうなって、卒業していったメンバーとってまあなかなか会えなかったりとかするけど、なんかカホとはなんかどうせ会うだろうなみたいな気持ちがちょっとあってあんま寂しくないかもってちょっと思い始めた一周回って。そうでもそうなの、私はでもメンバーだからそうなんだよね。そうでもみんなはもう会えないってなったらそれがやっぱり一番切ないよな、切ない。え、そんな今月帰ってくるって言ったじゃん、カホガチで帰ってくる気でいると思うよあの子多分なんかお本当に思ったよりも新潟離れるのが早すぎて、本気で今月中に帰ってこようとしてるあの子そうだからなんかもう私は一周回って寂しくなくなったそう多分会う、どうせすぐ会うって思ってだからカホに会ったらみんなに報告する、絶対に絶対に報告するからね。みんなはカホにもう会うことはないかもしれないけど私が報告するね、カホに会ったらあ、新潟駅もだって秋にまたさもつ鍋屋さんとかできるじゃないですか、絶対帰ってくる。でもその秋まで待たないよ多分、夏に帰ってくる、もう夏だけどもう夏だけど、うん、絶対来るよ。そうまあでもお別れ、そう今日のお別れに行けなかったからそれがちょっと唯一ここの心残り、もうアイドル活動の中で食いることは本当にないカホとめっちゃやりきったやりたいことから、そう悔いはないけど唯一見送れなかったことだけが悔いだから、ちょっと一回帰ってきてもらってもう一回見送らせてほしいから帰ってきて呼び戻すの、はいや今日行ったのに帰ってきてね待ってるからね。やば、ほんとだ、あと10分しかない、おしゃべり会受付中とか書いておしゃべり会の話1ミリもしない、もうえ待って9時半から始めたよね、2時間半ずっとマシモカオの話しちゃった、愛だね。えそう私のさチャットにさ12秒のリハの動画を載せたので皆さん見てください。見た？ヒノがね、あのあなんだっけ、ポートレートじゃなくてあシネマティックってあるじゃないですか、 iPhone の機能でシネマティックってあれで撮ってくれた。こうめっちゃちょっとねでもねチャットに載せたらめっちゃ画質落ちちゃってちょっとガビガビなんですけど、めっちゃいい動画だから見て。え、そう、しかもね最後のレッスン場の日にめっちゃレッスンに似てたんですよ色味が。でも昨日も卒業公演の日リハのレッスン着一緒だった色味、上が白で下がベージュ、なんでなんでこんなに揃うの、あって一言目、えまたレッスン着の色似てんだけどって言っちゃった
はい、愛ですね。本当に面白い。なんでって感じ。仲良しでした。はい、最後まで。見てください。ぜひチャットの動画。やば、あと10分しかなくなっちゃった。じゃあちょっとあと10分でおしゃべり会の告知を。今さら遅すぎる。いや本当はおしゃべり会の話もしたくて配信したんだけど、なんでかやっぱにちょっと2時間半ぐらいしゃべっちゃった。そうでもおしゃべり会のね、受付が始まりました。皆さんもう早速申し込んでくれましたか？そう、ここからが本編。やばいやばいやばい、長すぎる。本編10分しかないじゃん。そう、あの誕生日当日のねおしゃべり会ももちろんなんですけど、でもかといってめっちゃ長いので、あと5ヶ月とか6ヶ月とか、まあ、そんななかった、間違った、4ヶ月とかなので、あの最短で会える日、最短で会える日、8月 18? 最短で会える日と誕生日の日とかを、まあ今は早めに申し込んでいただくのがおすすめかなって思います。はい、うんうんうん、早めに申し込んだ、早めに申し込んでおいた方がいいかなって思うのはその辺かな。うんうんうん、そう、売り切れが出る前、まだだって今日始まったばっかりですから、今日申し込めば大丈夫です。なのでそこは早めに申し込んでいただけたらいいかなって思います。あと本当に皆さんの都合もあると思うので、来られそうだなっていう、予定の合いそうな日に会いに来てもらえたらなっていうのと、あとはなんかまた浴衣をね着る日とかね決めたかったの。そう、本当は決めたかったのに喋りまくっちゃった。そうなんですよ、あのさ、それこそ8月のおしゃべり会がその日しかないじゃないですか、オフラインね。そう、次がさ9月になっちゃうから、9月に浴衣って遅いかなとか、まあでも8月のオンラインでも浴衣着たいなとか、なんかいろいろ、でもハロウィンどうするとか、なんかでもその10月6日ハロウィンもなんかえ、はいよーって感じです。でもなんか何かやりたいしなとか、そうだから、わかる、9月に浴衣着たこともあったよね。でもそれでもいいか、迷い中です。だから今いろいろなので、ちょっとまあそういうのも決めつつ、また皆さんに、まあ、おすすめの部というか、皆さんが着たいなって思ってもらえるような部を作っていけたらなとは思うんですけど、まあひとまずはとにかく皆さんとお話ししたいっていうのが一番の素直な気持ちなので、そうなるとやっぱ一番早く会える日付、まあ、皆さんの都合にもよると思いますけど、早く会える日とかを一番今はメインで撮ってもらうのがいいかな。あと誕生日は多分すぐなくなっちゃうかもしれないので、はい、誕生日当日なんでね、24歳一緒にお祝いしてくださる方はぜひ、はい、なので、そうだから今はまず喋りたい、企画云々ももちろんここから決めていきたいけど、まずは喋りたいなって思ってるので、皆さんがそのお話ししたいなって思うタイミングの日をぜひ今は、はい、撮っていただくのがいいかなって思います。もう服装ジャージでいいから早く喋りたい。極論すぎる。いいの、本当にジャージで行っちゃうよ。行かないけど。行かんけどさ、いやでも分かる、それぐらいなんかその企画、もちろん企画でここからなんかここに会いたいとかって思ってもらえるような企画を作りたいなって思うんだけど、その多分今企画よりもまず話したいって思うから、てかジャージ持ってる、あのすごいダサいレッスン着しかないです。ジャージではない、しかも。ジャージではない。そうだから、あのまだ今この日に何着るよとかはちゃんと具体的には決まってないんですけど、決まってないけど
まず話したいっていう、うん、方はぜひ撮っていただけたらと思います、はい、そう風磨のジャージでキティさんめっちゃなんかヤンキーみたいなんだけどめっちゃヤンキーみたいなんだけど、みやちゃんと喋るの初めてだけど大丈夫？え、全然、もうむしろ早く会いに来てください。早く喋りたくてしょうがないんですから、早く初めましてしに来てください。お願いしますお願いします。楽しみ。そう、でも本当になんか今回のシングル、まあ、私もトリプルセンターの一人をやらせていただくということで、自分にとってまた一曲大事なシングルになるので、大事なシングルになるからこそちゃんと結果も残していきたいなと思っているので、まあでも結果にこだわるってわけではないんだけど、みんなと楽しい時間を過ごすことが一番大切なので、なんか頑張らなきゃ頑張らなきゃって思うっていうよりかは、もうとにかくどうやったら楽しめるかなっていうのを一番に考えたいとは思ってるんですけど、そう、でもちゃんと自分のためにも自分の大事なシングルとして頑張りたいなと思っているので、はい、みんなが会いに来てくれたら嬉しいです。会いに行っちゃおう、待ってる待ってる。うーん、初めましての方もそうでない超久しぶりになっちゃうかな、待ってます。わかる、もうとりあえず早く会いたいの。もう何着るとかももちろん考えるけどでは、じゃあランキングを読みます。本当に10分も喋らなかったおしゃべり会とか書いといてじゃあランキング読みます。13位ヒーローさん、ありがとうございます。12位カンヤトさん、ありがとうございます。11位 MS さん、ありがとうございます。10位カツリンさん、ありがとうございます。9位タカさん、ありがとうございます。8位ラームさん、ありがとうございます。7位ヨシーさん、ありがとうございます。6位ホシーさん、ありがとうございます。5位ポンキチさん、ありがとうございます。4位ヨシさん、ありがとうございます。3位ダイバーさん、ありがとうございます。2位ヤマアリさん、ありがとうございます。1位のサラさん、ありがとうございます。織姫もありがとうね、ありがとうございました。まあ今日は喋りすぎちゃったけど喋りすぎちゃったけど、喋りたいこと喋れたから OK。 あ、そう、見て、そういえば忘れてた、サマーグッズも受付中なので、ぜひ、なんかこれだけサンプルでもらった、これあれです、スマホスタンドです。今日のみゆちゃんも一番可愛い、毎日これにスマホ立てかけてショールーム見てくださいそしたら、あ、今日のみゆちゃんも可愛いってなるでしょ。どうやって使うのこれ、ちなみに。あ、こういうこと、え、これ浮く、あれ、なんかこう私の使い方が間違ってる。あ、こうだ、これだ、これにスマホ立てかけて毎日ショールーム見てねサマーグッズ受付中です。おやすみ、ありがとうございました。確かに顔隠れる、いいじゃん、配信の顔見ればいいじゃんおやすみ。ありがとうございました。バイバーイ。